誰か来るかな、誰か来るかな。誰か来るかな。おかえり。マチコ沢田さんいらっしゃいませ。ゆかさとゆかさたねさんいらっしゃいませ。おかえり。ライブ始めたら子供帰ってきたわ。おかえり。あれ聞こえる？こんにちは、みこさんや。みこさん聞こえるかな、音大丈夫かな。みこさんいつもありがとう。うん、嬉しい。今日は負けなショルダーを縫いながら配信させてもらいますよ。聞こえる？あ、ありがとうみこさん。ちょっとみこさん、私いいこと思いついたん。これみこさんにもさ参加してもらおうと思ってるよ。今日の夜新しい企画を考えたの。みこさんにも参加してもらいたいなって言ったくね。きみくみさんいらっしゃいませ。今日は今は3時20分。あ、ほんとやな、みこさんほんとやな。覚えとくよ、3時20分な。覚えた。今日は負けなショルダー縫いながらゆっくり話をさせてくださいね。みこさん大丈夫？そっちは大丈夫？福井はだいぶ大丈夫じゃないよ。あー、春のママ来てくれた。春のママいらっしゃいませ。ちょっと私いいこと思いついたよ。ラッキーラッキーさんいらっしゃいませ。ちょっと新しい企画っていうか企画だな、思いついたん。ちょっといいかもって思ってるよ。春のママもできれば参加してもらいたいかなって思ってる。500人超えちゃったよ。ふえー、やばいなあ、みこさんマジだ。もうおかしなってくるよね。 100人超えたらさ、えーってなってた東京がさ、今500人超えたらもうわけわからんよね。500人ってどこに行くの？その500人は東京に毎日毎日500人もどこに行くの？それって思いませんか？あ、キヒカさんや。キヒカさん、ちょっと私いいこと思いついた。今日っていうか企画、ちょっとね、ちょっといいこと思いつきましたので、今日発表しようかなって思ってるよ。また思いついたアイデアマンペルピーが思いつき行き当たりばったり。でもちょっといいかもって思った。私は欲しいかな。いい企画ね。何秘密。今日配信で一斉に発表させてもらおうと思ってます。そうね。あー、むつきさんや。むつきさんいらっしゃい。今日は休み？仕事？お疲れさん。今日は負けなショルダーを縫いながら配信をさせてもらいます。学校からな、通知が来て、この3連休は我慢の3連休ですって来たんやんか。3連休ね。そう、外出しない、お出かけしない、 GoTo 行かないね。外出しない、お出かけしない、 GoTo 行かない。だから我慢の3連休で過ごしてくださいって学校から言われたから、もちろんです。うちの町もやばい。ああ、電気が切れた。一回切れたな。むつきさんこんにちは。無音で見てます。おとなしか。ありがとう、元気やで。負けなショルダー届きました。クモロー負けな、めちゃかわいい。わーっと嬉しい。春のママありがとうございます。どう、ピンクうちピンクありがとう。あー、キャットラブさんいらっしゃいませ。今日は久しぶりのインスタライブ、負けなショルダーを縫いながら配信をしていますよ。そう、なんかみこさんとこもやばいしな。なんか春のママのとこもやばくない？福井もやばいわ、ほんま。また久しぶりに来たよ、激ヤバが。うん、あ、ソッティさんや。ソッティさん、ちょっと私返事してないな。ソッティさんさ、どうする？ご注文受けたまわるかな。ソッティさんどうしよう思ってるけど、お値段とかまたお返事させてもらいますね。いつもありがとうございます。
GoTo 行かない。そうそう、ゴーゴーゴールンルンさんいらっしゃい。ゴーゴーゴールン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 やな。おりょうちゃんか。あのな、3連休はガーマンの3連休っていうメールが来ました、学校からね。あの部活動もないですし、あの外出しない、お出かけしない、 GoTo 行かない、もうこれ本当にお約束だから。ちょっと私ね、ここ知らない人は知らないと思うんですけど、私マスクの活動を春からものすごくやっていて、その時は8時にはまだグランドオープンしてなかったんで、インスタライブを毎日してたんですけど、その時にね、私ね、もうあのゴールデンウィークにお出かけしない、旅行もしない、 GoTo なかったけど行かないっていうのを守ってほしくて、どうしてもそうステイホームステイホームお願いステイホームっていうのを思って、あの毎日ね、あのゴールデンウィーク中は1日3、4回かな、ものすごいハードスケジュールで配信をしたんです。家にいてください、お願いします、家にいてくださいっていう感じで。だからこれをね、この3連休も本当に激ヤバだから、あのペルト個人企画として、あのどこにも行きませんキャンペーンをやります。ステイホームマルシェ、ステイホーム一人マルシェをやります。だから今その販売分の商品を作ってます。あの負けのショルダーは新柄が出ますよ、あの新しいからね。で、さっき言ったあの新しい企画っていうのはこれとはまた別なの、全然別で、誰でも参加できて、誰でも参加できる企画、あのリスナーもライバーもない企画、そうで私が一番嬉しい企画なんです。そうそうそう、みこさんは、みこさん春のままきひかさんとかは参加してもらえたら嬉しいなーな企画です。おりおちゃんもよかったら来てね、今日夜配信であの発表するね。あ、キャットラブさんも参加してほしい、こんにちは、いらっしゃい。愛知も200人超えた、おえ、愛知200人はやばいな。でも福井も知れてる、もうなんかあかんわ。トリートップさんいらっしゃい、あったらたったった、サハラさんいらっしゃい、サハラさんこんにちは、こんにちはかな。もう福井県激ヤバなんで、私この3連休はね、一人でマルシェを開催します。お一人マルシェ。なんかね、あの在庫のなんかもうずっと在庫になってるものとかのあのセールをしたりとか、あと新柄の販売とか、負けのショルダーねとか、なんかみんなに喜んでもらえたらいいなぁな企画を思いつきましたんで、一人マルシェを3連休やらせていただきますね。見るだけでもよかったら見てみてくださいね。なんかバラバラ事件が起きてるな、どれだ、これか、各地感染者数がえげつないことになってきましたね。むつきさん、ほんとそれ、なんかさ、第一波とかでさ、私らビクつきまくってこの世の終わりと思ってたけど、全然日じゃないね。今の方がやばいね。なんか第三波激ヤバやな、終わるんちゃうと思うよ、この世が。なんかな、ちょっと良くなったらすぐまたこうだ。なんかもう収まってくるんかな、第二波過ぎたしと思ったら第三波の方が全然やばいやんっていう、なんなんこれ。ね、やばいな。オレアちゃんです。うん、オレアちゃんや。べっぴんさん、覚えた。オレアちゃん、ありがとう。サチさんも来てくださった。サチさん、ありがとう。ゆかさんもいらっしゃい。たくさん配信してくれてたよね。そうそうそう。気狂ってたよね。毎日マスクの作り方配信してても飽き飽きするよね。毎日毎日、もう何やってんのって感じだよね。同じ質問に同じ回数答えてさ。そう。でもなんか家にいて欲しかったんです。 Wi-Fi の家でライブ配信を見てて欲しかったんです。お出かけしない、旅行に行かない、 GoTo 行かないでいて欲しかったんです、どうしても、ねえみこさん、ひまわりさんいらっしゃい、ゆきえさん、ゆきえさんありがとう。ペルトさんこんにちは、サチです。うん、サチちゃんアイコンですぐ分かった、ありがとうございます。こっちも来てくださって嬉しいです。配信100回超えてたよね。あーかもしれん、キャットラブさん、確かに、確かに、あー確かに、私投資番号つけてたのにどっか行ったな、もったいないな、キャットラブさん、私もうダメだ、もう一回つけようかな、つけなあかんな、キャットラブさん。
ベルトさんこんにちは、ひまわりさんいらっしゃい、ありがとう。こっちも来てくれていつもありがとう。今日は、この3連休はもうね、出かけない、外出しない、出かけない、 Go と行かない、そういうこと、それをお願いしたくて、一人で勝手に一人ぼっちのステイホームマルシェ、マルシェだったり制作配信だったり、とにかく私配信しまくりますわ、この3連休はね。何がしたいかというと、家にいてほしい、家にいてほしい、もうお出かけしないの3連休。そらね、もうなんだ、もう紅葉とか見に行きたいの、旅行に行きたい、 GoTo があるからそれを使いたいとかあるの、3連休いい夫婦の日の結婚記念日のお祝いしたいとかあるの、もうそれはさ来年しよう、来年しよう、来年しよう。そしてさ、今年のね3連休はね、この3連休はもう行かないの、どこにも行かない。今行くとまた12月の最初にガーンってなるで、もうやめてやめて、もうどこも行かない、お家でいてください、ステイホームって思って、またなんか考えましたわ。もう何も考え、あごめん、考えついてないっていうか、いつも行き当たりばったりですけど、もうステイホームお願いしたいので、また配信祭りをさせてもらいます。ヒートオリで、もう誰とコラボとかっていう、もうドタバタだから誰ともう予定が立たないっていうか、勝手に私が思いついて勝手に私がやるから、勝手に私一人、ごめん途切れてた、なんか回転一人で勝手に思いついたからね。だから私一人ぼっちのなんか一人よがりななんか配信になるかもしれないし、誰も来てくれないかもしれんけど、私の願いはステイホーム、もうお出かけしない、外出しない、 GoTo 行かない、お願いします。ペルトさんこんにちは、ひまわりさんありがとう。来たー、まさきさん来たわ、まさきさん来たな、みこさん、福井のジムで旦那の親友がトレーナーしてるんですよ。あ、そうなんや、どこのジムやろ、私もジム通ってるよ、俺がちゃんもうずっと行ってないけどね。そう、フェルトさんの配信に来ると皆さんもいるし元気が出る、よかった、むつきさん元気変わりない。まさきさんのアイコン懐かしいのに戻ってる、それよ、最初のやつ戻ってるよな、俺が仕事中にライブは、あんたライブすんの、しーや、私行くわ。ほんでまた何、おでこの広さ競うの、はあ、はあはあ、いいよ別に、はい、ライブしなされな、まさきさ、私絶対眉毛の、おでこの広さ負けないかんね、負けないかんね、そんなことない、あんたのが勝ちだわ。ディーナ、ディニアが、ディニアンが、ワーワーユーディナロン、ディオノ、ディニアンが、ディニアンが、ディニアンじゃ、ディニアンが、ハロー、またどっかの国が来たぞ。ベベベルシーさん久しぶり、こんにちは元気出た。さとみさんもいらっしゃい。今日は負けのショルダーの新柄作りながら配信をさせてもらってますよ。ね、この3連休は一人で勝手にフェルトで大マルシェをやります。大マルシェ、ステイホームマルシェを一人で開催します。何も売れなくてもいいから、商品の紹介でもしながら、もう家にいてくださいね、家にいよ。大阪の感染者数が一気に300人超えて、昨日は怖くなって一睡もできなかったから今日辛い。うわ、大阪もそんななんや。なんか東京のニュースはよく聞くんですけど、みんなの町のニュースはあんまりわからんっていうか、福井県もやばいからね、私の町がやばいの、ここがやばいんです、福井県。今回はいつもね、福井市とかあちらへん、鯖江市とか越前とかそっちらへんのね、福井でいうと北の方がねいつもやばいのに、今回はね私の住んでる町が一番やばいっていう謎の現象が起きてて、もう本当に眠れんよね。もうなんかさ、なんか郵便局のさ、なんか机一つ触りたくない、なんかこんなん言ったらあれやけど、もうどこの誰がどうして何してどうなってるかもう分からんもん。で今日発送行ってきたけど、もう手洗いめっちゃしました、帰ってきてね。そうでもせんと、もう分からんもん、どこの誰でどうなって何がどうなって映るかもう分からんねえ。むつきさん、まゆみさんいらっしゃいまゆみさんどうしてる、久しぶり。ペルトさんこれだ、あーさとみさんありがとう、変わりないですか、ありがとう。インスタライブやから、また途中で抜けてもらってもログ残せれたら残すし大丈夫ですよ。あのね、この3連休はちょっと配信を鬼ほどやろうと思ってます。もう垂れ流しハマグリよね。そうで、もうステイホーム、とにかくステイホームですって思ってます。
俺はやらない。今俺が仕事ってことゆっくり見えない。ああ、そういうことか。あんたもわがままやな。あんたさ、夜遅くしたら俺眠たい言うし、あんた夕方やったら俺仕事言うし、わがままです。まさきさんが相変わらず。はあ、ねえ、はは、なんじゃ、俺はやらない。ふんふんふん、いいけど。でもあんたは仕事じゃない時って、だってちょっとしかなくない？だってさっさと寝るしさ、おっさん寝るの早くない？ねえ、ははまあいいわ、寝な。睡眠はいいよ、免疫力高めるって言うしな。もうまさきさん、寝たら仕事してご飯食ったら寝たらいいわ。うろうろすんな、まさきさんとこも危ないんやで。ね、頼むよ。まさきさん怒られてる。そう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 。長野も感染者増えてる。あっちゃっちゃっちゃ、長野も多いんや。もううちの県も急に増えたから怖いわ。次男はさ、修学旅行行ったんか。さとみさん、修学旅行行ったんかいな。あー、どこに行ったんやろ。あんま遠くは行ってない。これはこの時期の九州学旅行はいかがなものかと思うな。久しぶりのまさきさん、相変わらずやな。みなみさん増えたね、言うて増えたな。まさとみさん増えた増えたねえ。まさきさんがいる。そうそうそう、県内。うわ、県内か。そっかそっか、まだそうやな、県またがないわな。まあほなけど、あの思い出にはなるけど、無事に帰ってきてもらって無事でよかったになりたいね、さとみさん。はあ、うちもなんか学校からメールが来て、昨日ね、あの小学校と中学校両方から来て、もう3連休は部活もやりません、どこにも行きません、ステイホーム、お出かけしない、あの我慢の3連休にしてください。電波が途切れた。親御さんも自粛を守ってくださいねっていう、あの小学校からも中学校からも言われたから、私はそれをしっかり守るの、子供たちと一緒にねって思った。だからどこも行かないよね、みんなでいいよ、お家でね。私もミシン三昧の3連休にする、人生最大に3連休、あのミシン三昧の日々にしようと思ってますよ。今回のマルシェ分と次のマルシェのための制作も含めて、どんだけできるかやってみますわ。すごい大変かもだけどね。増えてるのにリモートやめて出勤しろと言われています。あのな、アノニーマウスさんいらっしゃい。あのな、アノニーマウスさん聞いて、私すごくそれ思うよ。なんかさ、あのさ、リモートのお仕事はどこに行ったの？あの春にさ、バーっとリモートのお仕事が増えて、リモートのお仕事にみんな切り替わったじゃん。当たり前のように第一波の激ヤバな時に緊急事態宣言ね、リモートの仕事になったじゃん。みんなそれで、ああズームってこうするんだねとかさ、学んだはずやで。そうやろ。でそれでできない、リモートでできない必要最低限のお仕事の人だけが出勤するっていう風になって、会社はリモートの仕事を学んでるはずやでって思わん？あの20さん、私すっごい腹立ってるのが、それをしてるのに今しないのよ。なんでって思わん？やり方わからんとかさ、ハウトゥーじゃないんやで。やり方わかるし、やってたんやで、半年前は。なのにさ、なんでこのさ、一歩よりひどい第三波の時にさ、リモートの仕事に切り替わらないんでしょうか。私全然理解できないわ。すごくわからない。個人事業主だから。でも私の旦那さんのお仕事もリモートのお仕事になってたんですよ、春はね。で家でズームをして話し合いして、で家でお仕事をしてたんですよ。それがね、この第3波のさ、しかも福井県激ヤバよ、この私の住んでる鶴ヶ市が激ヤバです、今。それなのにリモートの話、あの話が何もない、普通に出勤するんです。なんだろうね、なんかリモートの仕事忘れちゃったのかなって思うよ。不思議だね、みんなどうしちゃったんかなって思うよ。なんか第1波で何を学んだのか、何が教訓になったのか、ちょっと私ちょっとわからないわ。第3波が今こうなってるんだったら、緊急事態宣言どころの話じゃなくないかって私は思う。あ、みこさんまた来ます、ありがとう。 GoTo あれどうなんですかね。私も反対よ、 GoTo 反対ね。今それかって思う。さとみさんはどう？私は反対。今なんそれって、 GoTo って今なんかな。私はさ、なんか有効期限が5年ぐらいあるチケットを買えばいいんちゃうって思った。今使うんじゃなくてよ。
わかる？今先払いする GoTo、 わかる？私はこっちが好き。5年使える、5年後に使える、5年間有効期限の先払い GoTo はどう？さとみさん、私はそっちが好きだな。だから今行かないけどお金は払っとくの。そのお金で運営するの。 GoTo で、 GoTo の先で困ってる業種業界に5年先の分を先払いしてもらう GoTo を私は今使うべき。だからなんで今 GoTo して今生かすのって思う。さとみさんどう思う？私今のアイデアなかなかいいかもね。俺両頭使い、はい仕事に戻る。なんじゃそりゃ、何が両頭使いじゃ。でも仕事戻るのぼちぼちしいよね。まつきさんお疲れ。まつきさん、皆さん本当に感染しないように気をつけましょう。確かに間違いない、本当にそれが間違いないです。もう本当にそれ。むつきさんも気をつけてね。増えていてもあの頃より気が緩んでるね。間違いない。まゆみさんだって間の時よりもさ状況やばくない？まゆみさん、私ら何か学んだんかな。あの時よりやばいのにあの時よりも動いてるね。私たち全然自粛ってないな。はい、自粛を知らないから日本はとか言って必死で私たち頑張ったけどさ、自粛を知っててももう日本って止まらないんだねって思った。なんだろうね、よくわからない。でも私もちょっと慣れてきたんかもしれん、嫌な意味で。なんかさ100人の感染者って言われてももうなんか100人っていう数字にさ、前は涙出るほど怖かったのに、今東京500人って聞いたらもうなんかおかしくなっちゃったよ。100人の単位がね。でも100人にせよ500人にせよ、その感染した100人500人はどこに行ってるのって思わん毎日ね。あーラブローズさんいらっしゃい、また来ますね。のみこさんありがとう。ゆずえさん、ゆずえさん嬉しい。こんにちは、仕事中なのでログ見ます。うん、週末自宅待機の楽しみできました。ゆずえさん、この自宅待機中に聞いといて、新しい企画を思いついたので、ゆずえさん参加してほしいの。絶対聞いといて。ログ、あログじゃない、今日の夜の配信8時に。たまきさんこんにちは、いらっしゃいませ。反対賛成、反対賛成ね。えさとみさん、私のアイデア良くない？5年後 GoTo。 みおゆゆみおさん、みおさんこんにちは、いらっしゃいませ。コメントありがとうございます。今日はインスタライブ久しぶり。それ賛成。さろうさとみさん、5年後 GoTo どう？先払いシステムでそれを潤すの、でも行くのは5年後。どう？なたでここさん、勤務先のホテルで未来宿泊チケットを出してました。それそれをすればいいんやって。確かに、さあさあ未来宿泊チケットを売りさばけばいいんじゃない。今行かないのよ、また行くわ、あの先払いよ。それをすればいいの。なんで人を今動かす、なんで促すのって思う。もうバカじゃない。あ、ごめんなさい、言葉がきつい。昨日は乙女声の練習お疲れ様でした。また頑張ってね。もうひまわりさん苦手や。私思ったけど苦手やった。化粧も苦手やったし、なんか劇みたいなセリフをなんか言う仕事って私苦手やったなってチャレンジしてちょっと知ったわ自分のこと。でも頑張りますね。練習してないな確かに。あーた来たよ、ネギちゃんお疲れさん。週3連休はネギちゃんなんすんの？私はステイホームよ、どこも行かない。我慢の3連休だけど、一人でな、あの812で一人マルシェをすることにしたよ。一人でさ、大蔵ざらいじゃもう一気に販売、いろんなものをっていうほど在庫がないけどね。そう、ある程度もう覚悟はして暮らしていかないといけないなって昨日の数を見て思っていました。うん、でも自分がかからないことは守りたいよな。むずきさん、数の感覚はおかしくなってるやん私ら。なんか春になんかもうギャースかピースか言っとった数よ、とうに越してる数字が出てるのに、なんか私ら暮らしてるよね、だよねとか言いながら慣れたのかな。いやな、でもかかってない私とむすきさんは幸せやでって私は思ってるよ。未来宿泊チケット素敵。そうやろまゆみさん、だから未来 GoTo をすればいいよ。ノーマルじゃん、ノーマルだよ。こっちインスタライブは何もこのままで配信してますよ、いつも何もいつも通りです。一人マルシェ素敵。そうそう、一人マルシェするまゆみさん。あの売れる売れないとかじゃなくて、みんなにステイホームしてもらいたいから、私配信をしまくろうかなって、前みたいに覚えてるまゆみさん、ゴールデンウィークの時みたいに鬼ほど配信して、お出かけしない3連休にするの。
あのな、結婚記念日の人多いんちゃうか。11月22日とかさ、その辺みんな結婚記念日多いやろ。いい夫婦の日で、そんなお祝いはね、お家でしてくださいって思ってるね。お出かけしない、 GoTo 行かない、やめて。そのさ、今年行ったその GoTo がさ、いろんな意味で忘れられない旅行になりますよって私は思ってるよね。未来宿泊チケットも賛成、リモートにもしてほしいです。だよね、あのニーマウスさん。なあなあなあ、リモートの仕方を忘れちゃったのかな。私もね、春の時はズームって何ですかって感じだったんだよ、春の時はね。だけど今ではな、ズームの有料会員やからね、私毎月になんかお金払いってでもズームの会員になってる私。それぐらいなのに、なんでみんなリモートのお仕事辞めたのかな、忘れちゃったのかな、ズームの使い方ってなるよ。あ、途切れまくり、ごめんやで。連休中は全て午前中のみ仕事です。あー、そうなんや。午後は教会の会議。あ、忙しいな。ネギちゃんお疲れさんやで。あ、ケロさん来た、こんにちは、お疲れさん。3連休はペルトさん三昧にします。よっしゃ、よろしくもうあの812のライブの方鬼ほどやって、インスタライブもするかな。何しかもミシンをひたすら制作配信したり販売配信したり、とにかく一人でマルシェしまくり、一人で配信しまくりの3連休にしますわ。あのハンドメイドマルシェの上を行く配信をしてもいいかって思ってる、自分一人でね。そう、ステイホーム、どうにかステイホームしてもらいたい。みんなのことが第一、みんなのことが大切。そう、あとな、新しい企画を思いついてるの、この3連休のあのステイホームのマルシェ以外にね、新しい企画、これは参加してもらいたい、みんなに。私が個人的にかなり、これはね、ライバーもリスナーも関係ないアイデア。そう、よかったら参加してほしい。あのニーマウスさんも参加する。まゆみさん3連休仕事なので強制ステイホーム。あ、なるほど、お疲れまゆみさん忙しいな。つばいけいこさんいらっしゃい、やったー。コロナ に家族の一人が感染すると一家離散するよ。そのこと考えて行動した方がいいね。確かに。私どこも行かんよ、ネギちゃん。参加するよ。参加？新企画に参加します。ああ、新企画はね、これとは別。3連休の一人マルシェとは別。全然別。あのな、何の新企画かはまだ内緒。今日の夜発表するよ。ちょっといいアイデアかもって私は思ってるけど、私が一番嬉しいのかもだけな話。でもみんなも、あ、いいかもって思ってもらえるかもしれないし、そうでもないかもしれないけど、っていう企画、新企画。今日の夜、9時配信。9時。帯広は毎日6から10人ずつ増えてる。あれ？あんたまだおったの？仕事行きなさいよって。また今まさきさんまだおったわまさきさんまだおった、ちょみんな聞いて、まさきさんまだおったぞ帯広やばいな相変わらず。でも聞いて、あのうちの町もやばいぞ、まさきさん。うちもやばいわ、本当に。久々来たわ、久々とか初のやばさ。福井県で一番やばいの今私の町やでってなった。福井県1になりました。了解です、楽しみ。うん、待っててね。リーコーさんいらっしゃいませ、楽しみ。うん、ちょっとまさきさんも入れとこうかなって思うけど勝手にまあ8時にいないけどね。新しい企画、ちょっといい企画かな。ちょっとタイミングが遅かったなって思う、正直。ちょっとね、ちょっと遅かったって思うけど、あの私たちだけでもいいなって思う企画だったらいいなって思う。うん、あの販売分の、商品を作るためにちょっと今必死で塗ってますけど、どうかな。負けなショルダーはもうちょっと売れ行きがあんまりかなって思ったりする。新柄なんですけど、もうみんな買ってくださった直後だったりする方が多いかな。だからちょっと負けなショルダー今塗ってますけど、あんまりいらないかもね。変換ゲームも面白かったです。うん、あのさ、一緒にやろう、またあのなあ、一緒にやろう。あのね、変換ゲームは予測変換は毎週水曜日の夜するよ。でもあの暇になったらやろう、いつでも。
予約変換配信楽しいな。グランドオープン前のあライバーまだまた減った気がするけど、そうなん。でも私グランドオープン前のメンバーはあんまり知らない。ネギちゃん、ルーさんいらっしゃい。あまりにも感染者が増加してきたら大事な通院ができなくなるし、それはそれで個人的に致命的。むつきさんほんまやな、間違いないわ。確かにそれどうにかならんか。ちょっと待ってよ。よいしょ。あれ面白かった。予測変換、予測変換またやろう。まゆみさんやりたい。みえさん、あごめんなさい、アドリーマイスさん、マジやばいしお互い気をつけよね。お客様のとこついたからマジ仕事する。うん、あんたまさきさんマジ気をつけや。あんたもあんたもまた心配させんなや。うろつろすんな、無駄に。なんか知らんけど刺身探しの旅とかやめてや。うろつろすんなよって言っとく。お疲れ。あまたハゲのおっさんに暴言吐いてるわね。あごめんなさい、ハゲって言ったけどもう言ったやろ、大丈夫や。そうそう、くみりんりんさんいらっしゃいませ。今日はあの負けなショルダーを縫いながら配信をさせていただいております。新柄が3柄、3つの柄出ますよ。新しい柄ね、ちょっと冬物の素材でしてみてもいいかなと思ったり、コーデュロイの生地がちょっとあるからどうかな。コーデュロイの負けな、名前覚えていてくれて嬉しい、メイでいいです。あごめん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 、覚えてるよ覚えてるけど、アノニーマウスさんって書いてるからこっちはアノニーマウスさんに言った方がいいかなって思いながら変換しながら思ってたの。ごめんちょっと出た。ごめんな。ごめん。あんね、マリアさんいらっしゃいませ。またやろう。みんなは何してるの金曜日の午後。セルトさん優しい。うん、そんなことないよ。あのな、これでもおっちょこちょい多い。あの人間違いもするよとか、失礼なこともするし失敗もします。もうでもほんとごめんなさい。っていう感じやで。ね。でも私それこそアノニマウスさんほど優しいわ。いつも配信始まったら来てくれるじゃん。私すごい支えてもらってますよ。なんか寂しくなるときすごく実はあるんです。なんか時々寂しそうな顔してますねって言われるけど、寂しいもんとかあるよ。みんなどこ行っちゃったかなって思うときあるよ。みんなもある？ない？私は時々あるよ。なんか寂しいなって思うことも結構ある。ギガ貧乏です、コメントバック。え？え？私もギガ貧乏なではないはずなのに。え？あれ何？私コメントが飛んでるんやわ、ひまわりさん。私時々切れる配信が、コメント私飛ばしてるかな。ひまわりさんごめん。コメントバック、ギガ貧乏、ギガ貧乏のコメントくれてた。私さコメントが飛んでるわ。あのね、回線が みんなわかる。私この回線がブチブチ切れてる途中途中で。みんなは、あれまた止まった、やべ止まってる。なんか回線が途絶えて、私の画面がな、回線の電波が弱くなってますみたいな表示が出るの。あ動いてた。今実は仕事中、来週からは出勤しないといけない。ペルトさんの声聞いてるとホッとする。あ お仕事中な。しメイさんごめん、ありがとう。配信切れる。うん、ベベメルシさん配信切れる。ごめん聞きにくいな、途切れるね。ごめんやで、なんか調子が悪いな。またインスタライブクオリティって感じ、ごめんな聞きづらい。ごめんひまわりさん、私コメント飛ばしてるんかな。ギガ貧乏な、私がギガ貧乏ってことか。
コメント全部読んでるつもりないけど、私飛ばしてるんかな、どっか、ごめん。ひまわりさんごめんね、インスタらしいね、インスタらしいな、ザインスタクオリティって感じやな。私のこの Wi-Fi の環境の問題もあるのかな、それはどう、分からんけどね。まあいいか。リエさんいらっしゃいませ。みんないいね押してくれてる。誰かめっちゃいいね押してくれてる。ありがとう。届いてるよ。たくさんありがとう。今週は災難、災難というか我が家は大変でした。あのうちの次男がね、なかなかな膝小僧すりむいて、なかなかですわ。久しぶりに我が家に事件来たって思うぐらいなかなかすりむいて、ね、泣いて泣いて泣きまくりです。もう本当になんかもう子供ら大きなったな、そういえばこけなくなったし、そういう傷テープとか消毒とかってあんましなくなったなって思ってた矢先よ、こけたこけた、ベベメルジさん派手に、しかも11月の半ばというのに半袖半ズボンだったらしいよ、どない。だからもう半ズボンだったから、なんていうの、もうもろお肌でダイブだよ。そうなん、もう痛そうやで、痛そう。なんかでもね、不幸中の幸いなのは2個ね、不幸中の幸いは時期がこんな乾燥してる時期やから、あのこれがほら梅雨時期とかやと乾燥しづらいし、こうジュクジュクするかなとか可能するかなやけど、ああいい時期やったやん、秋やん、めっちゃサラサラやん、乾くで、乾燥してるやんみたいな風に言ったら本人はもうそれどこじゃないよね。あと不幸中の幸いはなかなかない傷ですけど、深くない。深くない。まあまあ深いか。でも激深じゃないから、傷が。むっちゃ深い傷みたいなんではないから、こう、深くないけど広いの、範囲が。なんかもうとてもじゃないけど、テープじゃ足りない範囲っていうの。だから範囲が広くて、まあまあな深さで広範囲って感じかな。深い傷やと。中に石が入ってるとか、泥が入って取れないとかなるけど、そこまでは、また途切れた。大丈夫、お風呂入るの想像しただけでみたい。そうケロさん、それそれ、お風呂で泣いてる。もう虐待しとるんかなって思われるぐらいお風呂で泣いてる。あ、風呂場で虐待してるかなこのお家の人はって思われてもおかしくないぐらい泣いてるわ。それが週始めからあったんです。でその後に私が寝込んだ、風邪ひいた。なんか週末に海風当たりすぎたんかなって思う。なんか久しぶりにね、で風邪ひいて、私月火水3日間ずっと寝てました。痛いね、かわいそうに、ありがとうベベメルジさん、痛い。久々に事件起きたなって言いました。そう、久々です、めちゃめちゃ泣いてました。しょうがないけどね、しょうがない、しょうがないよって言って言いましたけどね、泣いてました。なんか久しぶり、しかもあの次男っていうね、あだからペルさん目が腫れぼったんやね。なんかさ、まだな、ベベメルシさん聞いて、まだなんかちょっとだるいさがなんか抜けないのはある。でも実は朝まで徹夜でミシンをしてしまったのもあります。そう、ちょっと今眠たい、だから眠たいのをぐっとこらえてね、ぐっとこらえて配信してミシンしながら、あの明日からに備えようと思って、ベベベルシさんも参加してもらいたい新しい企画、またね今日の夜発表、812でした後にインスタライブでも発表しようかな。みんなすぐログ見てくれるといいけどな、すぐにログ見てもらえんかったら間に合うかなっていう感じ。体大事にしてね。そう、まあ久しぶりにまた寝込んで、
寝込んだ時はね本当にがっつり寝込んでしまうんです。そう、普段は何クソってやるから、何クソってやってしまう分の反動がドカーンってたまに来るの。それがまた来たわ、久しぶりにね。あー、負けなショルダーなんかあんまり需要がないかもしれないなって思ってきたな。焦ってきてる。見に行くわー、ベベルスありがとう。そう、812の配信で発表。でもみんなはどうかな。私が欲しい、私が嬉しいだけ、私が嬉しいだけかもしれない。フェルトさん頑張りすぎ、体を大事にしてください。ありがとうございます。あ、デビンゴさん来てくれた。デビンゴさんいらっしゃい。頑張りすぎかな。でもちょっと今月はちょっと頑張りたいのがあるんです。なんていうか今月はね、うん、上のこと約束した。なんか私はいらっしゃい。デミンゴさんお疲れ様です。今日は明日から私一人でさ、一人マルシェをするんです。3連休ヘルト独自のステイホームイベント。そう、一人マルシェを開催するから、そのための商品を今作ってますわ。マスク作りに逆戻り。確かにひまわりさん、でも私もまたマスク作ろうと思ってるんです。私の町の、あの感染者数がやばいから、またちょっとマスク作ろうかなって思ってます。うん、そうやな、またマスク作りだで、ひまわりさんねえ。もういつまでマスク、もう飽き飽きするんですけど、マスクって言ったら怒られるかな。でも実際そうじゃない、いつまでマスクつける生活なん私ら。この世が終わってしまう、こんな人生いつまでマスク人生でんですかって感じじゃない。あ、ロコタン来た、チョコミントさんも来た。チョコミントさん、ロコタン来た、こんにちは。ロコタンありがとう。今日は明日からな、ロコタン聞いて、あのステイホーム企画、ステイホーム企画でペルトは3連休配信しまくりハマグリをするよ。ロコタン、こんにちは。チョコミントさん嬉しい、来てくれた、めっちゃ嬉しい。こっそりここの何人よ、今19人、こっそりここの19人にだけ伝えちゃおうかな、私の新企画。どうしようかな、ちょっといい、一つな、ロコタン聞いて、チョコミントさん聞いて、あのな、一つ企画を思いついたんです。前に切ってあったマスク作ってるよ、わかる、ひまわりさん。私もなんか裁断済みのやつが、ごめん電波悪いな、聞きたい、気になる。ひまえさん、私もさ、あの裁断済みで縫い待ちのやつが今めっちゃあるから、それをもう縫っていこうと思ってるよ。やばいね、また1日30枚とか50枚とか縫うのかな、ね、こんにちは、ムーさん来た、いらっしゃい。ムーさん来てくれてありがとう。ちょっと新しい企画思いついた。ここで先に言うのか、812で発表にするのか迷ってる。でも個人的にはここのインスタライブに来てくれるみんなに伝えたいのが本音。うん、横に積んでるの縫うやつ、これこれ、うん、だいぶ減った。私の周りちょっと前までロコタンすごかったで、まだまだあるけどな、縫い待ちが。私縫い待ちに囲まれて暮らしてるっていう感じ。
毎日使っても余るくらいのマスクいっぱいあるのに軟化してないとね。わあ、ひまわりさん偉いな。でもそうだよ、あのさ、ただただ焦るとか不安心配とかイライラするんだったら具体的に動くこと、これが一番大事よ。なんどんな逆境でもね。私は自分で言うのもなんですけど、多分逆境には強い方かなって思う。自分はね、このコロナにしてもだけど、うん、だけどそういう時に逆境に対してなんで強いかというと、具体的に解決策を考えて具体的に前進しながら動く。そうすると落ち着くわ。ただただ立ち止まってハワワワワってしてたら、とてもじゃないけどメンタルやられるかなって思うよね、ひまわりさん。本当になんかしないとやわ。そう、新しい企画。フェルトさん、ついに隣町に出た。うえー、もういや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 、もう市内だけにしとってほしい。マジか、ロコタン。マスク腐ってきて自分と子供の塗ってる。あ、ムーさんすごいや。私もね、こないだ子供がなんかマスクがドブの匂いしてたんです。だからあのドブの匂い抜いたしました。もうやめて言うて、もうそんなんつけていかんの頭痛なる言うて。なんでマスクがドブの匂いするんだろうと思ったけど、謎だよね。今日は何を作ってるの？むつきさん、負けなショルダー作っとる。新柄、これはね、あの週末に販売予定ですわ。新しい柄で負けなショルダーを作ってるの。そう、今ね、新柄泡蝶か。うわ、最悪。うん、なあロコタン聞いて。私な、うちの実家の親が聞いて、ロコタン、あのね、この年末はどうするのってこないだ先々週かな聞いてきた。先々週にね。で、先々週の時点では第2波が過ぎて落ち着いてたから、私帰れるかなって年末思ってたの。だから楽しみにしてくれてるんだね、親もね。私だって帰りたいもん。なんか何がしたいじゃないよ、帰って。私地元に帰ってね、地元をうろつくことはほとんどないんです。もう家にいるだけ。あの年間で家、自分の実家にステイ、滞在する日にちってもう実質1週間もないんです。ほんと2日とかしかいないから、もうどっか実家に帰ってあちこち出かけるとかそうじゃなくて、実家を満喫してるんです、いつもね。だから私またこの週末じゃない、この年末年始はやっと帰れるかもしれないってうちの両親にちょっと言ってたんです。帰れ、あの落ち着いてたら帰りたいと思ってるし、帰るつもりしてるよって。そしたらなんか段取りしとくからって言ってくれてたので、いつも私が帰るって言ったらね、うちのお母さんむっちゃ張り切ってくれるんですよ。なんていうかな、お布団全員、うち5人家族でしょ。妹も帰ってくるから、妹は母子で3人だから8人帰ってくるみたいになるじゃんね。そしたらさ、もうむちゃくちゃうちのお母さん張り切ってくれちゃって、もうお客様布団を鬼ほど干すんです。干して干して干しまくって待っててくれるんです。もうふかふかよ。だってもう実家に帰るの今回はもう1年以上帰ってないので、もうそれこそさ、楽しみに待ってくれてるし、孫にも会いたいでしょうね。私だって実家に帰りたいし、親のことも心配ですから。そうなんですけど、今こうじゃん。で、昨日私母から電話かかってきて、で喋ってたんですけど、あの年末年始帰る言うてたけどどうかなと思ってるって。そっちはね、徳島はそうでもないけど、だからこそ今私の住む敦賀が最悪だから、こんな最悪な敦賀から何もない徳島に帰るのは徳島の人が嫌やなって思うから、あの帰るってこないだ言うって話はしてたけど、ちょっと自粛しようかなって思ってるって言ったら、うちの母もなんかそれはすごく理解していて、そうだねっていう、それはそうかもしれんって言ってましたわ。もう過疎のすごい進んだ老人ばっかりの小さい町なんで、実家はね。だからそこに感染者が急増している福井県から娘夫婦が帰ってきたなんて、誰がいい思いしますか。そうでしょ。だからあの守らないとね、過疎の町は過疎の町を守らんとあかん。でも残念そうにしてた。それはペルトさんやって、ケロさん、そうやな、大変やな。
徳島大変や、首を長くして待ってるよお父さんお母さん。そうやろな、ロコタ、皆さんのとこの数値が減ってくれることを祈ってますよ。みんなで乗り越えましょうね。だってひまわりさんがラブ&ピースです。本当にひまわりさんすごいわ。でも本当もうみんなだよな、まあ、どこがやばいからどうしましょうじゃなくてみんなだよね。みんなの願いは一緒じゃん。もう感染を広げたくないってそれだけよ、みんなな。両親もがっかりしたやろね。うーん、私も帰れると思ってたよロコタン。なんか何がしたいってないんだよ。何にも何にもや、何もせんでええねん。家実家に帰ってで空気吸ったらもういいの。そんだけ、そんだけで十分なんです。もう実家に地元にいない人生の方が長くなってるので、私はだから地元の離れた人生の方が長くて、実家に帰るっていうのは本当一つの旅行みたいな感覚やわな。親に会いたい。そう、うちの親もさ、まあ元気にしてるって言うけどね、隠すのロコさん心配かけまいと思ってなんか隠すんです。私に隠し事をするのなんていうの、心配をかけたら良くないと思ってね。だから徳島の市内の方にいる妹には実は言ってやったんだけどみたいな変なカミングアウトが後から言われることもたまにあるから、ほんまに元気にしてるんかなとかどうしてるんかなとかっていうの知れないじゃん、帰らないとね、ちゃんと。だから心配、私も心配してるんだよ。だから帰りたいって思ってる。ロコタン、徳島が遠いようで近いようで遠いわ今はね。はあ、帰りたいです。羨ましいな、人に会いたいって本当に思う。確かに思うね、思う。離れたとこにいる娘には心配かけたくないんだよ。そうだろうな。だって言われても心配するだけしかできないもんね。でもさ、だから怖い。本当に元気にしてるんかなっていうのがずっとよぎる。本当に大丈夫なんかなっていうのがずっとよぎる。言うてうちも夫婦だけで暮らしてる高齢夫婦やから、言うてね。まだ親孝行の一つもできてないのにって思ってる。本当にすごい思ってるよ。心配かといってさ、この敦賀のなんか美味しいものでも送ろうかなって思うけど、感染の増えてるこの町のものを実家に送るのもどうなんて向こうは思うかなとかあるのよ。毎日何回手を洗うことやら家族に食事を出すのも気を使うよね。困ったね。わかる。なんかもうそれ気にしだしたらほんときりないな、ひまわりさん。私もさ、今朝うちの三男が朝ごはんを早く食べれんくてお味噌汁残していったんです。あのお椀に入っとるやつな。それをパパって私食べちゃおうかなって思ったけどやめた。だから食べ残しを食べるとかいうこともちょっと気をつけないとかあって、別にうちの三男がコロナとかそんなないんだけどね。だけどこのコロナだからじゃなくてインフルの流行る時期とかも私は結構ね食べ物を分けますっていうのは混ざるから、 3人兄弟の中で混ざると嫌だから。あのね、変わってるかもしれないけど、こうお皿にお子様ランチみたいにしてプラスおかわりのおかずを持ってやるっていうスタイルをしていて、最初の一発目はあの箸をいろんなところにつけないような食べ方をするようにうちはしてるんです。感染予防を高めたいから。これはコロナの前からずっとですけどね。だからね、うち意外と一人がインフルエンザになってもその子だけで済むことが結構多い。家族全滅することはあんまりないかな。私が生き残るかどうかな。うちの主人はよくもらう意識なこういう有事の時に一人暮らしだと本当に心細さを痛感。あ、ほんまやな、むつきさん。もうここにおり、もうライブに来いで。もう一人でさ、ネズミと暮らしとると寂しいわって。ネズミって言ってごめん。ハムちゃんやった。はあ。
のぞみさん来た、元気。今日はな、新しい企画を思いついとるで、もうのぞみさんも参加してもらいたい。このチームペルトは全員参加してもらいたい企画を思いついたんです。アイデアマンペルピーがまたアイデア思いついたよ。あのさ、いい企画かなって私は思うというか、私だけが思ってるかもしれんけど、よかったらのぞみさんも付き合って。何の内容かはまた812で今晩9時からの配信でお伝えします。あ、カズさんこんにちは。ちょっと聞いて、カズさん、鶴ヶがやばいよ。鶴ヶ激ヤバになった。どうしたらいい。のぞみさんだって、のんちゃんって言ってる。ロコタンとあのニーマウスさんが、のぞみさん人気者、のんたんめいさんって言ってるよ。ロコタンめいさん、もうみんな仲良しやな。カズさんお疲れ。今日は仕事休み。了解です、行きます。うん、ちょっといい企画かもしれない、もしかしたらだけどね。よいしょ。ここで言ってもいいんやけどなって言いながら。ちょっといい企画かもね。チームペルトのためというか、私のため、ただただ自分のため。感染多いの。多い、あんたもうやばいで。鶴ヶ、鶴ヶが今多いわ。カズさんやばいわ。鶴ヶが多いの、最悪や。用事ジェニー、こんにちは、こんにちは。用事さん、こんにちは。来てくださってありがとうございます。あら言うてすやねん。もうカズさんあかんぞ。はあ、萎えるよね。なんか落ち込むよね。こんにちは。高久さん、こんにちは。いらっしゃいませ。打ち合わせ完了。帰る。うん、鶴ピカ。あんたが鶴ピカじゃ。何がじゃ、あんたが鶴ピカって、鶴ピカに鶴ピカって言われたくないよね。あんたの方がだいぶ鶴ピカだよ。鶴ピカの人がよう人のこと鶴ピカって言うよね。全然私鶴ピカじゃないよ。私はね、これね、ツヤ肌です。全然鶴ピカじゃない。ツヤ肌って言っとくわ。腹立つよね。もう首の後ろまで鶴ピカの人に何を言う、何を言ってんのって。はぁ、まさきさん仕事終わったのって言っとく。私はこぼしたものも捨ててますよ。家族もそうしてるし、線と違うからね。あ、確かに。じゃあひまわりさんの感染予防効果は抜群やなって思ってる。でもひまわりさんのとこも周りが状況が厳しいなって思ってるな。外出禁止。そう、外出禁止。もうだからステイホーム3連休はな、我慢の3連休。お出かけしない、出かけない、ゴート行かない、3連休ね。こんにちは。あー、国地さんこんにちは。お久しぶり。変わりないですか。あの、感染よ多いけど気をつけてお過ごしくださいね。そう、ご主人さんのこともあるやろしね。あ、なんかまた外人来たわ。ピーヤーマン、ピーヤーマン、ハロー。これはこれはあれやな。まさきさん、スラムまさき、スラムまさき、あんた来たよ。サラムが、サラム、サラム。きっとこれはあれやな、ペルシャ語。文字よね、ペルシャ語は文字よね。右から左に向かって書くんですわ。だからコピペするとき右から左に選ぶって、なかなか脳みそとっちらかるよ。商品かわいい。あ、陽水さんありがとうございます。今もね、あの、またこの週末販売分の商品を作りながら配信してます。負けなしだね。そんな風に言ってもらって嬉しいです。ありがとうございます。嬉しい。笑ってる、まさきさんが。あー、陽水さんありがとう。金沢お休みイオンいっぱい。最悪やな、最悪やそれ。ありがとうございますって。くんじさんぼちぼちおってくださいね。イオン最悪や。でもほんまはな、コストコに行きたい。ほんまは。でも行かない。
リリーさんこんにちは、こっちまで来てくださってありがとうございます。怖いよ、怖いな、もうあんたもうろうろすんなよ、カズさんね、おうちおうち、ブハハハ、ライブは夜8時から10時よろしく。わがままやわ、あんたに合わせてライブがなかなかできんわ。8時から10時ってな、あんたのゴールデンタイムが短すぎるねん、ほんまに。うちの子か、久々ミシンごと。うん、ミシンはな、ぼちぼち相変わらずやっとるよ。これでもな、ダダダダダダ、そう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 、ダダダダダダ、毎日あれやってたのにな、ダダダダダダです。そうそうそう、うるさいよね、カズさんとか一番聞いとるよね。ね、時間指定してるやん。もうどこたん、芝居といて、ハゲのおっさん。ほんま、なんか8時から10時でよろみとか言うと、あんた、ゴールデンタイム短すぎるんやって。もう10時に寝とってさ、おつかんってな、その短いところに汗が割れんって。あのな、8時から9時まではね、どうにもこうにもな、子供が起きとるから、あんたの都合もあるけどやな、ロコ、あの、まさきさんよ。ね、あのな、うちの子も起きてるの、その時間は。でも理想はな、確かに8時から1時間したいんですよね、インスタライブ。言えてる。いいとこつくな。ちょっと待って、こう森歌場、この森歌、ほんまうるさいやろ。まず、まあ、カズさん、うるさくない？なあ、だだだだ、声聞いてたら安心する。ご飯作りながら聞いてる。ああ、のぞみさん、今日晩ご飯何かしら。ご飯作りながら聞いて、4時半か。私も晩ご飯考えたいな。私全然関係ないけど、今日ピザ食べたいって大きい声で言った子。きよみさん、いらっしゃいませ、来てくださってありがとうございます。しばく言うて、しばいとけ、ほんましばきました。受ける。フェルトさんの楽しい配信待ってますよ、ステイホームだからね。私さ、ひまわりさんにどんだけ感謝してもしきれんわ。ひまわりさんはどうしてそうやっていつも私にさ、ぴったんこ寄り添ってくださるの。私めっちゃ好き、めっちゃ感謝してます。ひまわりさんが多分一番私とくっつんこかもしれないと思うぐらい、本当に配信しても絶対来てくださる、絶対来てくださる。あと私がどっかのイベントで誰かのコメント欄に行かないといけない時もついてきてくださるのはひまわりさんなの。さあ、ひまわりさんありがとう、大好きや。支えてもろてます、おかげで寂しくないよ、ありがとう、感謝。ロコタンしばきました。もう一発いっとけ、あのハゲた頭一発いっとけ、パチンとな。もう阿波町に感染者出た、ストレスもついでにパチンといっとけ。って言っとく、ロコタン。いけ。ゆきこんさん、ゆき、ゆ、ようこちんさんや。ようこちんさん、こんばんは。いらっしゃいませ。こんばんはやな。ほんまやな。こんばんはの時間。まだ4時半やけど、こんばんはなんやな。私も大好き。うん、大好き。ひまわりさん、愛してます。愛してます。私もピザ食べたくなった。宅配頼むから。だろ？メイさん、せやね。あ、またメイさんって言ってまた。アノニマウスさん。あのさ、今日手抜きしたくない？金曜日。なんかチーズたっぷり食べたい。ごめんね、落ちま、寝落ちまっくりすぎてなかなかいけん。いい、私の時間が定まらんの。でもさ、ちょっと定めようかなってのぞみさん思ってるの。私の理想はな、まさきさんのためじゃないけど、本当はよ、1時間8時から9時までインスタライブで、9時から8時にライブ、これが私のベストな理想けど、8時からインスタライブが難しいんやな。後ろにあるガマ口、大きめポーチ、カバンどうしたら買えますか。清美さん、あ、今買えるよ。あ、でも清美さん812には登録されてないんかな。清美さんは81には登録、ライブ81のアプリはダウンロードされてないんかな。あの、買えますよ、清美さん。どれが気になる、ちょっと待って、どれが気になる、どれが気になる、どれが気になる、清美さん、どれが気になる、どれが気になる、どれが気になる、清美さん。頭叩くと油がつくやん。確かに
もう油言うな、油言わんといたってくれ。確かに油です。なんかぬるぬるしてそう。手抜きしちゃいますか。手抜きしたいです。おら来た、横陣さんも乗ってきたぞ。メリーメイちゃん、はい、メイちゃん、ピザピザピザ10回言って、これ何ピザ。なんまた寒いこと言っとるわ和義さんが。何ピザ、そんなもんさ、何ピザでもええわ。 2,3 種類よ、 L サイズよ。恋してやって、恋したいな。確かにやり方わからんかったです。あ、清美さん大丈夫やで。な、清美さん教えたろ、教えたろってめっちゃ上から言ってる、ごめんなさい。な、清美さん見て、インスタのこれトップページね、清美さん。でここにな、リンクがあるの。ここリンク、リンク、リンクをタップする。この私のリンクをね、たらこういう画面になる、清美さんね。そしたらこの上から2個目だわ、ライブアプリのダウンロードってあるやろ、清美さん。でこれを押すの。そしたら清美さんは iPhone、 私はこれは Android で、あのダウンロードのページに行くから、これを開くので、ダウンロードしてください。で登録わからんかな。 OK、 清美ゼロ、待って、スクショっとくわ、後で DM しますね。ありがとう。あのお取引 DM でお話しますか。今お見せしてもいいし、お取り置きしときますよ。手抜きしてもしませんって言ってる時のフェルトさん悪そうな顔してた。手抜きするときはな、あもうな、母仲間がおらいけるわ。登録した、あ登録した、清美さん。あそうなんや、そこまでやってみます。あ大丈夫。そしたらさ、あ見せてあげれ、あ見せてあげれるわ、こっちにだ、今こっちに入っとるわ。そしたらね、清美さん、こういう画面になる、アプリ立ち上げたらね、こういうアプリになる、あアプリ画面になるんです。こういうの水色とオレンジのね、画面になるので、ここにね、検索っていうのが、検索、検索画面が出てくるんです。そのここにね、ここでね、ペルト PELTO で検索してください。あ私言っても出てこんか、出てこんな、ダメだ、私言っても出てこんわ。ペルトで検索したら出てくる。あの私がね、手抜きしたい時のために冷凍食品買っとくのもいいよ。私ちょっと今日買い物も行こうかな、3連休分のね。サラミが好き、あサラミもうまいな。私チーズブニュブニュとかもいいし、ポテトベーコン、ベーコンポテト、ポテトマッシュみたいな、ポテトが多いのもなんか好き。あとはなんか、でも具沢山のも好き。そこまでやってみます。うん、わからんかったら聞いてください、清美さん。ペルトさんやて、タクシオンカノンフーガトモエさん、いらっしゃいませありがとう、いらっしゃい、こんばんは。子供のお迎えになっちゃったので、またお邪魔します。高日沢さん、ありがとうございます。お迎え行ってらっしゃいませ、ほんまいい時間。小金製麺、小金製麺絶賛だよ、何それ。ママです。あ、ママちゃんか、あ、ママちゃんか、はいはいはい、ママちゃん、あのまだ届かんかな、今日届くって言ったんかな、ママちゃんとこね、待っててね、楽しみ、はよママちゃんとこに届いてほしいって思ってる。ママちゃんありがとうね。今日は新しい柄の負けのショルダーを塗っています。3つだけ、3つだけ塗って、んで楽しみです、ありがとう、楽しみ。3つだけ塗って、どうかな、負けなショルダーもみんな持ってるからいらないかなって思って、違う商品も制作しに来て、しにかかりますね。ママちゃんも参加してもらおうかな。私新しい企画を思いついたんです、ママちゃん。だからね、その企画によかったら参加してもらいたいの。今日の夜の9時、今日の夜9時から812で発表させてもらおうと思ってるんです。よかったら参加してください。
冷凍食品は焼きそば、お好み焼き、チャーハン、中華も買ったりするよ。冷凍食品か、私ちょっと業務スーパー行ってこようかな、ひまわりさん。ほんでなんかちょっと冷凍食品買いだめしようかな。ちょっと やっとね、冷凍庫が開いたんやんか。今ちょうど買いだめ時期っていうか、買いに行かなあかんなっていう感じね。なんだろう、こんにちは。なんだろう、ママちゃん楽しみしてて。あ、でもあの今日の配信来れんくてもいつでも大丈夫やで。いつでもしばらくずっとその発表し続けるから大丈夫。これあの今日絶対行かなわからんとかじゃないから、そんな心配せんといてな。大丈夫やで。新しい企画は私にとって嬉しいだけ、みんなはどうかわからん。そういう企画でもチームフェルトの人は来てほしい、絶対って思ってる私だ、個人的にね。あー、まやさんや、まやさんいらっしゃい、来てくださってありがとう。今日は負けなショルダーを縫いながら配信です。やっぱインスタライブの方があのコメントがゆっくりしとるから縫いが進むね。私インスタライブの方が制作配信はいいかもって思ってきた。皆さんこの3連休はどんな風に過ごされますか。ステイホーム3日間を過ごします。むずきさんは中華いいね。中華、中華、中華って何。アロハ、見せ着物、見せ着物さん、アロハ、見せ着物さん、見せ着物さん、アロハ、元気やな。いらっしゃいませ、ありがとうございます。息子が来たので抜けまして、あ、ロコタン元気でな。あの近くまでおるぞ、気をつけて。あのな、平和だったとこほど1個来たら広がるの早い。ロコタン気をつけてな。了解です、企画楽しみです。うん、ママちゃん3連休動かない。そうな、ママちゃん聞いて、うちの学校からメール来たよ。学校からメール、中学校も小学校も来た。ママちゃんのとこも来た、あの3連休の過ごし方についてっていうやつで、あのすごいよ、部活もありません、あの何も用事はありません、学校からのね。あのどうかどうかお出かけしない、旅行に行かない、我慢我慢の我慢の3連休を過ごしてくださいねっていうメールが来て、私もそれなってなった。さすが学校、私ももう超 I agree って感じ、超私も本当に同意、完全一致同意だから、あの我慢の3連休をします。でも我慢っていう言い方、言葉のチョイスが悪いな。ステイホーム3連休でいいやん。家で遊べること、楽しめることを楽しもう。3連休はあの出かけない、遊びに行かない、 GoTo 行かない、もう本当に頼む、 GoTo 行かない頼むで。 GoTo なんてもうな、いつでもまだ行けるから、こんな第3巻のどえらい時にまぜこぜしないの。ミシンで縫いながら配信できるの素晴らしいです。だってマヤさんとありがとうとんでもない。でも言うてコメントもほっぽらかしたまま塗ってたりするよ、ごめん。でもなんか喋りながら配信しながら、こうやってみんなと喋りながらやると楽しいね。電話しながらも楽しいけど、なんかライブ配信しながらも楽しい。いっぺんにいろんな人と関われるし、いろんな話題で盛り上がれるし、でもインスタライブやったら手も止まらんから楽しい。うん、マヤさん来てくださってありがとうひまわりさんありがとう、どれも美味しそう、冷凍食品買いに行きたい。メイさん、もう冷食買って今日は水ピザってやつやろ、うちら冷食買うのに今日はピザってやつやろ、うちらで冷凍食品買って冷凍庫に冷凍食品をいっぱい入れながらのピザ注文って感じやろやばい。3連休昨日教えてもらって気づいた。あ、もうマヤさん忙しくされてるんや。でも我慢の3連休、フェルトさん行数行ったらいいよ、安いしね、連休分まとめ買い、そう、私アイスクリームはまとめ買いしたの、なんでかわからんけど、でも行数行くわ、この後ね買い物しよう、1週間分。来た来た、我慢、我慢の3連休、そう我慢の3連休。ヌーヌーさん久しぶりや、ヌーヌーさんめっちゃ久しぶり、ヌーヌーさんこんにちは久しぶり。我慢の3連休、はい、また電波が落ちてた、ごめん。我慢の3連休、そうママちゃん、ママちゃん大事、我慢の3連休、
サマンの3連休お久しぶりです。ヌヌさん久しぶり、来てくれてありがとう。今日はピザ、冷凍食品は3連休よ。出た。はい、ま、メイさん来たよ。わかるわ、メイさん来たわ。はい、もうほんと名言、名言です、メイさん。もう我慢の3連休だけど晩ご飯は我慢しないの。ピザ食べたい、ピザもういいっていうぐらい食べたいね。えメイさん忙しいというより動画作って遊んでますけどね。マヤさんすごいな、もう本当になんか TikTok 職人になっちゃった、完全にすごいね。マヤさんのその勢い素敵やなって思っていますよ。たまたま仕事休みで用事から帰ったらライブ配信されてたので来ちゃいました。あ、そうなんや、ヌヌさんも忙しくされてるんやな。そっかそっか、ありがとうだわ、ラッキーやね、私がね来てもらえてありがとう。あ、お昼ピザやった、あんまやさん。うわ、やっぱり今日なんかみんなピザを思いつく日なんかな。私今日ピザ食べたいわ。で、子供に交渉する。ピザ食べたい。でも、ね、旦那さんが帰りが遅いと、うちはピザは成り立たんのですわ。旦那さんが冷えたピザ食べなあかんくなるから、それはちょっといただけないので。ね。ピザ食べたい、ピザ食べたい、なんかもうチーズふわふわなの食べたいね。やった、 TikTok 職人。いや、今屋さんの勢い半端ない、本当にね、かっこいい。なんかね、ピザ、私もお昼にピザでした、もち冷食。なんかみんな結構ピザやな、今日もうピザの日やな。コストコのプルコギあるからピザ作ろうかな。うーわー、ママちゃんってさ、豆よね、なんか何でもできるな、ママちゃん本当に豆やわ。なんか料理上手やしな、すごいわ。うちにもピザ届けてくれ。息子を眼科連れて行くので抜けます。うん、ケラケラさんありがとう、気をつけて行ってきてくださいね。いい時間やな、行って行って、眼科急げー。ありがとう、ケロさん。またよかったら夜も配信するんで、あのよかったら遊びに来てくださいね。ありがとう。今日は8時には9時からです。以上。何ピザが美味しいの？だからさっき言ったじゃん、和義さん、あの私は、あ、誰か来た。私はな、ポテトのやつ。皆様ピザなのね、プルコギピザ美味しそうですね。行けたら行く行く。うん、ケラさん無理なくね、あの新しい企画思いついてるから、よかったら参加してください。プルコギピザって何？私プルコギピザって食べたことないよ。あのさ、新しい企画、豆じゃないよ、極度のめんどくさがりや。どこがやねん、めんどくさがりちゃうし、全然ママちゃん、私の方がめんどくさがりやで。あのな、ちょっと面白い話、何？はてな？どういうこと、和代さん？何のピザが美味しい？何のピザが美味しいってどういうこと？和代さんはサラミのピザが好きなんやろ？サラミが乗ってるピザが。パイピザ買って帰ろ。あ、そうなんや。そんなもんさ、ピザ買って帰るんやったらお店で見て判断しや。どこのピザや。私はテキサスハンズ。和代さんは？私さ、ドミノピザが食べたいんやんか。ドミノピザないねん。なんかドミノピザが好きだよ。じゃない？それしか知らん。ドミノピザ？で買って帰る？甘めのお肉がチーズと合うの。へえ。なんかオシャンティーなもん食べとるな。うわ、美味しそうや。美味しそうわ。ねえ、美味しそうです。ピザ食べたい、チーズ食べたいね。えお腹すいた。4時半か、すごいな。インスタライブ1時間で切れなくなったね。切れた。途切れるな、切れなくなったけど途切れますけど、インスタライブ1時間以上できるようになったのめっちゃいいなって言いながらこの間4時間やって、えらいことよ。ログが残せんかった、 YouTube にデータ量が大きすぎて。
やばくない4時間ライブ、ご飯したくなするので抜けますね。よこちんさんありがとうございますご飯何作るんかな。ピザピザ言うてごめんやで、私作るわってなったよね、ごめんなご飯頑張って作ってくださいね、ありがとう。すごちょっとマジでさ、聞いてまやさん、もう途中からコラボ配信になったりならんかったりとか、もうごちゃごちゃになって4時間やで、4時間インスタライブどうかしてるよね。4時間インスタライブした後に最後結局落ちて終わって、ほいで落ちて終わった後に812ライブを3時間したんです。やばいよな。アホやで。そろそろご飯の支度しないと。よーママちゃんご飯の支度して、私ちょっとこの負けなショルダーは3つ仕上げてから指導します、今日のことをね。で9時配信できるかな今日ね。ありがとう。ご飯の支度、のぞみさんも作ってるかな。今日は何を作ってるのかな。だね、なんかさ、私、あ、いいね、ありがとう、見えたよ今。ペルトさんすごすぎ、ライバーに本当転職ですね。違う、なんで喉おかしくなったのやばいわマヤさん、考えなしよ、爆笑しすぎじゃ下品にね、本当にアホやで。よいしょ、マヤさんもまたちょっと新しい企画をね考え中。あ、ごめん、なんかのぞみさん、ごめんのぞみさん、ご飯作ってるの手止めたな、ごめん。ひまわりさん、4時間ライブは残さない方がいいよ、あの時だけのレアライブだよ。笑ったな、ひまわりさんめっちゃ笑ったよな。ひまわりさんずっと追ってくれたもんなあれ楽しかったな、ひまわりさん。レンコンの豚肉の、うん、レンコンと豚肉の甘辛炒め、大根の皮のペペロンチーノ、え、作っとる、あんたおしゃれなもの作っとるな。なんじゃ、どっちも美味しそう。レンコン何するの、レンコンと豚肉の甘辛炒め美味しそうやな、レンコン好きやわ。あのな、この時期さ、この時期分ぐらいからかな、あの徳島県の鳴門だったかな、なんか知らんけどレンコンがすごい有名らしいよ。あの徳島のレンコン農家さんが言ってた、忙しい時期になりましたって言って、毎年なんか言うの、んーねーの言い過ぎ。あ、確かにごめん確かにママちゃん、ねーねーはでも全然平気やでって、私だけ味噌玉の制作中だった。味噌玉って何。また来ます、カズさん、ピザ買って帰ってよ、ありがとね。さあさあ、今度は切り目を入れていきますよ。3種類の負けなショルダー新柄を作ってます。新しいからね。そうなんですね、次々比較できるのと行動力見習わないととんでもない。あのこの3連休はマヤさん、私一人でステイホームマルシェを一人で開催するよ。マヤさん一人マルシェ3連休ひたすらに一人マルシェです。一人マルシェもするし、もう一つ思いついたの、小さい子供用のマケナできません、ちょっと気になった。あのな、私ちょっと心配なのはさ、なんかな、そういうのってさ引っ掛けないかなって心配な、なんかな、
子供がそういう首から下げるものを身につけるっていうことが危険じゃないかなって思うのと、マケナショルダーの肩紐サイズがさ、ワンサイズで作らせてもらってるから、基本的にね、アジャスターみたいなのをしないから、だからあの子供の成長に合わないっていうのはあるかな。あのでちっちゃい子には危ないかなと思ったりする。引っ掛けた時に首を巻いたら嫌やなって思ったりしとる。ママちゃんどう？あら来たわアリーのりちゃんこんにちは。アリーハロー。アリーどうしてる？コラボする？コラボはしない？アリーコラボしたかったらコラボしよう。トルコからトルコの取引先。アリー元気？返事してアリー今日はあちこち、今日もあちこちね、サラームも来たし、サラームどこの人やったんやろなね。あれ私また固まってる？大丈夫？そうか、確かに危ないかもですね。なんかあんまり安全面を、よいしょ、また電波弱いって言われた、ごめん。でも楽は楽やな。でもだからやっぱ子供はさ、移動ポケット的なウエストバッグの方が安全かなって思うかな。でもマケナショルダーじゃなくてな、ママちゃんボディーバッグは作ったことあるよ、子供用に。ボディーバッグってわかる？あのマケナショルダーは結構腰元にブラーンってなるじゃん。子供に呼ばれたら抜けます。ああママちゃんごめんやで、ありがとう。そう忙しいな、4人もおるからな、ママちゃんはね。ね、よいしょ。また後でです。うん、ママちゃんありがとう。あ、眠たいけど頑張る。ボディーバッグ、メイさん、ボディーバッグってさ、なんかメンズの人が、男の人とかが結構使ってるやつ、なんかリュックサックみたいなんで斜めにかけるやつない？わからんかな。私上の子にね作ったんですわ、ボディーバッグ。これは販売用じゃなくて、上の子が欲しいかなと思って作ったの。ボディーバッグ分からんかな、斜め掛けのリュックみたいな感じ。こういう体にぴったんこする感じ。マケナショルダーはブランと腰元に来るけど、背中にピトッとくっついてる感じの斜め掛け。斜め掛けやからマケナショルダーみたいに、あの前に持ってきやすいからね。よこせ。そう、あ、けいちゃん来た、わかった、めいちゃん。そう、あれを作ったの。1個作ってインスタに上げたらすごい好評すぎて、あ、これもパンクするなと思って販売にしたことがないんです。あの問い合わせがね、ありがたいことにものすごい殺到して、子供に欲しい子供に欲しいって言っていただいて、ありがたいね。そうで、作ってください作ってください、商品化お願いしますってすごい問い合わせが来すぎてパンクしためっちゃパンクした。でも材料はな、実は持ってるの、ボディーバッグの材料ね。そうだけどパンクした。あ、これはもう20個30個作る馬力がないってなったあ、けいちゃんいらっしゃい、お疲れ様。けいちゃん帰ってきた。あー、ことはかいらさん、お疲れさん。今日はな、この週末大販売会、一人でペルトの、ステイホームマルシェ、もうな、お家にいてくださいの願いがこもった鬼ほど配信する3連休にしたろうと思ってて、この3連休はね、一人で。だから、あの、好き放題配信するよ。ほんで、好き放題販売させてもらって、既存の商品のセールもやらせてもらうし、さっき帰ってきた、あけいちゃん。おかえり。そう、既存の商品のセールもするし、
新柄の負けなショルダーの発表もさせてもらって販売もさせてもらおうかなって思ってる。そう、この3連休は大販売会をします。ペルトはステイホーム3連休です。あのゴールデンウィークみたいな感じでひたすらに配信をしますよ。制作配信かもしれないし、そう、あのひたすらに、それとは別でこのステイホームマルシェを一人でやる以外にもう一つ私新しい企画を思いついたんで、それをね、あのね、チームペルトの人にはね参加してもらえると嬉しいかなって思ってる。無理はしないでくださいね。うん、大丈夫。ずっと家にいるだけやから逆に楽かもね。そう、あかん、なんか調子悪い。ありがとう、ことあかいろさん。あ、眠たい。ちょ、待ってよ。19人も来てくれてるんだね。ありがとう。なんでこんなガチャガチャ鳴るんだろう。今日は幼稚園でミニ運動会してくれて見に行ってきました。いいじゃん、めっちゃいい。ミニ運動会いい。お天気は大丈夫やったですか。体育館の中でしたんかな。なんかこううまくいかん、なんか知らんけどどっかの具合が悪くなってるね。え、運動会って体育館とかでしたの。午前中だけとか。11月に運動会で、でもだいぶ判断したんやろな、きっとな。様子見の判断した運動会って感じやったんやろな、きっとね。雨で室内、確かに。でもいい思い出になりましたね。素敵な幼稚園。私も眠い、寝落ちしたらすいません。いや、けいちゃんお疲れさんやで。そう、寝てたの、寝てないの、けいちゃんね。寝てないの、けいちゃん。休んでくださいね。私も眠たいけど、ちょっと今日はミシンしながら。なんでこんな具合悪いんやろ。なんかミシンの具合が一気に悪くなった。なんでかな。ちょっと開けてみよっか。もうここまで来てミシンの具合悪くなるとかない。寝れてない。え、けいちゃんどうしてたの。徹夜したの。けいちゃん徹夜しとったらあんた今から寝なあかんやろ。そらさすがに。花酒場さん、いらっしゃいませこんにちは。来てくださってありがとうございます。来てくれたら嬉しい。花酒場さん、ありがとう。綱引き負けちゃったけど、何度も何度も尻もついても立ち上がる学校の姿に感動。いやー、わかるわかる。それてか綱引きってもう綱に振り回されてない。ちっちゃい子とかもう綱にぶら下がってる子もおるような。もう振り回されてこけまくるよ。頑張っとるよな。わかる。いいな、いい運動会やね。ちょっと待って、大してどちらかっていないのに、どうしてこんなに調子が悪い。はい、綿棒。寝れんかっただけ。なんだ、お疲れさんやで、けいちゃんねえ、ぼちぼちよ、体壊すで。ねえ、けいちゃん、私は今ミシンがもう調子悪い、腹立つわ。なあ、やる気があるときにミシンが動かないって。いやね、
よっしゃ、これで大丈夫かな。お願いします、私のやる気のあるのを邪魔しないでください、ミシンさんって感じね。一緒にやってきたでしょ、ミシンさんって感じ。マケナショルダー、とりあえず3種類新柄ができるから3種類仕上げて、こういう感じで3種類販売しますけどいかがでしょうかをやりたいのなに、それが完成してない、泣けるわ。私なるべく今回はな、けいちゃん3種類を販売したいんです。マケナショルダー、ブラックピンク、すごい方、あ、花坂おばさん、ありがとうございます。ブラックピンク人気やったですわ、一番売れました、マケナショルダーのシリーズの中でブラックピンクが一番たくさん売れました、ありがたいね。そう、可愛かったです、作ってても可愛いなと思いながら塗ってましたわ。そう、ブラックピンク人気、ヒョウ柄も結構でもね人気でした、ヒョウ柄とピンクって感じ。なんでこんなに調子悪いのかしら、なんか調子悪い、サイトが調子悪いんかな、なんか違うもの塗おうか、あ、違うものを塗ってみようかしらね。ヒョウ柄もあるの？うん、あるよ。ちょっと見る？花坂ばあさん。出来上がりが1個だけあるわ。花坂ばあさん見て。ほら、これはリバーシブル。こっちも、こっちもこう。ね？こっちもこうで、これは特別に作ってみたよ。あのな、タグを2回つけた。こっちもつけたし、こっちもつけたの、ほら。だからこっちは、これはちょっと特別ですけど、この内側のヒョウ柄のタグいらないわっていう人はお値段そのままに、あのほらこんな感じ、2対2の戦い、こわーかわいいな、小柄で振り回されても頑張ったからみんなに一番印象に残る勝負って言ってくれた、あーかわいい、確かに2対2ってめちゃかわいいな、それなあ、やばいわ、そら可愛かったわ、そう、綱に振り回されるみたい、おっと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 言ったらもうすぐ尻餅じゃ、でもそっから立つのがしんどいんだけど、子供ってちょこって立ってまた頑張るな、素敵、めいさん素敵やろ、そうね、こうやってほらチラ見せヒョウ柄もいいじゃん、でも今日ちょっと私攻めるわみたいな時はこっちもいけるよみたいな、派手かな、けどこのヒョウ柄も人気やったですわ、ヒョウや、そうそうそう、ブラックマケナのヒョウ柄ね、そうです、あ、何が調子悪いんやろ、いいなーって、あー、あきこさんこんにちは、来てくださってありがとう、いいなーやろ、また何でもおっしゃってくださいね、お気軽にお問い合わせしてくださいね、あー、マリコさんいらっしゃいませ、こんばんは、行くぜ、あきこさんは晩ご飯かな、私はちょっとこの週末一人で販売会を、ステイホーム販売会をさせてもらおうと思ってて、絶対調子悪いわ、なんでこんなになるね、必ず切れるよね、何が原因や、なんか調子悪い、うん、負けなショルダー人気、うん、負けなショルダー人気、人気やけどもう行き渡ったかな、もう飽和してるかな、もういらないかな、みんなどうなんだろうって思いながら新柄作って、で、もし販売会で売れなかったら、私これ腰の湯鶴ヶ店さんに納品させてもらおうと思ってるんです、実はね、この負けなショルダーはね、だからこの週末ご縁がなかったら腰の湯に行く、負けないショルダー受ける、確かに負けない、うん、なんか調子悪いけど頑張るよ、あきこさん、水槽学さんいらっしゃい、久しぶり、
あ、わかった。上糸がダメだっただけやった。ごめん。上糸があかんかったわ。上糸のせいでした。下糸ばっかり気にしてた。上糸の調子があかんかった。あるよね、こういう時。来月払いでもいいですか？来月払いでもいいよ。何のやつ？この週末のマルシェのこと？兄ちゃん、いい音、いつもの音。うん、治った治ったね、あきこさん。ワイトがあかんかった。みーさん、何でも言って、お支払いはいつでもええよ。ね、5時や。もう無駄に時間ロスったわ。マキナとかマルシェのお買い物。あー、マルシェ、あ、この3連休のお取り置きしとこうか。いいよ、メイさんのお取り置きでいいよ。なんかお気に入りがあったら言ってください。で、お取り置きしといて、出品を今日何日？21か。あ、20日か。だから月が明けたらいいんやな、メイさん。そうやろ、12月の1日になったらいいってことやろ。デルタさん、お疲れ様。あ、七色さん、お疲れ様。そう、あの1日になったら大丈夫ってことやろ、メイちゃん。いいよ、あのお取り置きしとくよ。そう、大丈夫やでね。七色さん、今日はな、ちょっと新しい企画を思いついたよ。今日の夜の9時から8時にで発表させてもらうから、あのよかったら聞きに来てください。新しい企画、私が一番嬉しいだけの企画って言っとく。のぞみさん嬉しいかな、どうだろうな。私が嬉しいだけかも、ただただ。でも私は嬉しい。うん、のぞみさん来てくれ、お疲れさん。ご飯できた。リコさんが、あきこさん朝から頭痛よって。あら、リコさん調子悪いな。大丈夫？リコさん、私も頭痛かった。横陳さん、お帰り。息子のラーメン作り終わりました。え、ラーメンなんや、いいな、美味しそうや。さすができる女、横陳さん。頭痛いの嫌ねって言ってる。確かに、あきこさん、私も嫌や。頭痛いの嫌です。めっちゃしんどかったです。私もリコさんに移ったかな。ね、おかえり、まさきさん。ただいま。今ニュースで帯広、今日12人マジやべえ。あんたもうろちょろすんな。ただいま。ご飯食べた？ご飯買った？もう家でおれ、家でおりなはれ、お兄さん。ね、まさきさんね、うろちょろすんなよね。あら、なんか笑ってるのに勝手に送ってた。あ、ほんま、ええよええよ、何でも適当にして。何でもして、私んとこどうでもやわ。あ、コメント流れちゃった。ごめんごめん、リコさんいらっしゃい。ごめんごめん、私なんか飛ばしたかな、リコさんのコメント。リコさんのコメント、あれ、リコさんのコメントない。またちゃで、リコさん聞いて。あのな、あのな、リコさん、あ、フェルトさんの声聞きながら夕飯作り頑張れるって言ってくれてたね。ごめん、私が飛ばしてたわ。朝から頭痛、でも夕飯作らなきゃなので、インスタ見たらフェルトさんがいた。ああ、そういうことか。ああ、リコさんつらいな。わかるよ、私も聞いて、リコさん。私昨日、一昨日、一昨日か、私もすっごい頭痛くてご飯作るの嫌やって、ライブ配信したので、みんなとぶちゃぶちゃ言いながら、晩ご飯頭痛いって言いながら作ったら、でもみんなと喋っとったらちょっと元気になってきたよ。リコさん、私さ、需要競争のなんか栄養ドリンク飲んだ。そしたらね、急激に良くなったよ。リコさんも無理なくして、
私手抜きのお鍋したよ、おととい。でも今日はより一層手抜きしてピザ頼もうかと思って、昨日おとといより元気やのに、私どうかしてるよね怒られそうね。ご飯できた、のぞみさんご飯できた。うわ行きたいな。まさきさんお帰りなさい。えらいことやん、もう帯広やばいな。楽しみしてますね、ナイラさん、ありがとう。はあ、なさかばあさん、お財布も良かった。ちょっとお仕事頑張らんと買えないわ。せやね、ハードな。はあ、あとな、また新しく、私もまた作れたらいいな。ちょっと布の裁断が追いついてないんですけど、お財布また作る予定してるんで、無理に今選ぶとかせんでええですね。あの、また作りますよってだけ予告しときます。年内には販売またしますんで、お財布頑張ります。種類がな少なすぎますわ、ちょっとね。ね、リコさん、朝から雨だから頭痛い。でも夕飯作らなきゃだから、どなたかライブやってないかなとインスタ見たらペルさんがいた。やったー、リコさんありがとう。ラッキーや、リコさんに会えた、嬉しい。今入れたよ。そうかそうか、ありがとうありがとう。ごめんごめん、私が飛ばしてた、リコさん、私があかんかったです、ごめんなさいね。いやな、飛ばされたら。チャーさん来た、チャーナゴさんいらっしゃい。今日は負けなショルダー新柄縫いながら配信をもうかれこれ1時間半やってる。もう2時間近いな。なんかやっぱり遅い、遅いよね。頑張れる、リコさん。ぼちぼちやけど頑張ろう。私ももう命からがら鍋炊いたって感じ。もう鍋でごめんって言ったら、みんながいいよいいよって言って、それでいいやんって言ってくれて、せやなって言ってお鍋を炊いて、ほいで仕事に夜そのまま行ったんです。だからみんながそうやって言ってくれると頑張れる時ってあるなって思いましたわ。なんか元気な人が近くにいた方がいいよ。一人で頭痛いと一日中頭痛いってもう思ってるもん。うだ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 、頭痛い頭痛い頭痛いの頭痛いってなるじゃん。だからみんなと喋ってる方がいいかもしれんよ、リコさん。私こないだそれを本当に思ったね。頑張ろうね。はい、ありがとう。マジやばいよ、これから飯買いに行こう。これから飯買いに行くんか。もううろちょろせんと、さっさとパッと買ってパッと帰ってきや、まさきさん。で帰ってきたら死ぬほど手洗うんやで、帯広。頼むよ。風邪治ったって、タンポポさん、タンポポさん風邪治った。タンポポさん結局あのドリンクが効いた。ずっとあのドリンクが最強に効いてる。効いてくれた、あの困った時に飲みなさいが、困った時に飲んだらあれが結局効いたんか。あれから急激に元気になりました。ありがとう、タンポポタン。あ、キャットラブさん、ありがとうございます。ニコニコやな、キャットラブさん。ご機嫌さん、言ってくださってありがとう。リコさん、無理しないでくださいねって言ってるよ、七色さんが。本当やで。もうな、元気なのにピザ頼むのよ。そういうノリよ、リコさん。ね、無理してご飯しようと思ったらダメやで。私も夕飯鍋にしました。もうこれ以上は無理。うんうん、いいいい、それで。私はもう鍋にして無理って思って、頭痛い無理って言って、鍋でいい鍋でいいの一昨日だったのに、今日むっちゃ元気なのにピザ頼むからね、バカじゃない。あ、ごめん途切れてた。金曜日だからいいよ、ピザ子供も喜ぶ。そう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 、あの私が一番喜ぶの。あ、フリーズした、ごめんごめん。花坂ばあさんな、回線がな、なんか途切れるの、ちょこ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 ね。だからお聞きづらいかもしれんけど、ごめんなさいね。フリーズした。最近疲れが取れなくて、今日は長女が夕飯作ってくれた、ありがたや。できる長女でございます。素敵な長女さんでございます。助かるな、そういうの助かるな。でも疲れ取れない私も一生なんだろうね。なんか重だるいのがなんか抜けないかな、なんかね、なんだろうね。七色さん、ありがとうございますって。リコ気を紛らわしていてね、リコさんもぼちぼちで、オロナぼちぼちで頑張りすぎはあかんよね。チョコミントさん、久々ペルトさんに会えて元気出たわ。札幌近郊だから沈んでたのよ。うわ、チョコミントさん確かにやで、沈む沈む、空沈む。もうだってニュースでええニュース何も聞かんよ今の札幌。こんなん言うたら怒られるけどな、チョコミントさん。そうやろ、もう最悪やなほんまね。わかるわ本当に。でもほんまやな、でも気分だけでも上げてこう。あとはもうほんとステイホーム、ステイホームやな、チョコミントさん。もうそうやろ、もうそれが一番よ。でやるかない、
アルサは最強ドリンク。うん、私ほんまに困った時のために買おうかなって思った。むっちゃ高いからな、あれ1本1200円ってどんだけ贅沢って思ったけど、私この効果は本当だったらさ、1200円でこんなに元気になれるんだったら出すよって思った。タンポポタンね。あ、ともこさん来た。ともこさんこんばんは、いらっしゃいませ。ともこさんのところにお茶が早く届きますように。ペルトオリジナルティー飲みながらちょっと気持ち沈めなさ、沈め収めなさ、しんどいな。あ、感染者数心配やで、ほんまどうなってるの。兵庫県何日も100人超え、うわ最悪。兵庫県もやばいんやな。そうなんや。なんかテレビでに東京ばっかり聞くよ、福井は。だけどみんなやばいな。福井もやばいよ。私みたいなこんなクソ田舎町でさ、10人超えするんやから。福井が、いや10人超え7人か。そうやばいわ、ほんとね。の時に買うと10本では1本負けつけよ。そうなんや。お友達のお母さんに聞いてみようかな。タンポポタン、私お友達のお母さんがプレゼントしてくれたんです。そうめっちゃ聞いたなあ。でもいいよね、タンポポタン、確かに良かった。私を救ってくれました。11本は欲しいな。1本おまけの時欲しいなね。大阪もやばい、リコさん、大阪もやばい。なんかさ、大阪もなんか関西も関東もやばいんやなって感じやな。言うて岡山もやばいしさ、福井もやばいけどね。あー、やばくないとこなくないですか。や、ほんと東京500人、うえー、怖くて仕事行きたくない。確かに隣接の大阪300人超え。もうなんかもうこんな時に お隣って微妙よね、本当にね。てかもう境目わからんよな、こうなってきたら。境目合ってないようなもんじゃない、兵庫も大阪もってならん。もう近すぎて怖くて仕事行かれんな。リコさん休みたい。私はまとめて買います。いやー、タンポポタンすごいな。私もでもちょっと欲しくなったドリンクね。はあ、ともこさん気をつけてな。滋賀12人、うわ滋賀もやばいな。大阪、茶屋名護さん頑張るね。みんな頑張ろうね。皆さん頑張ろうね。でも大丈夫って私は信じてるよ。いつも言うけどさ、私らは何回も言ってるけど、私らは不幸ではないやん。不幸じゃない、なぜなら私らはまだかかってないって言えるかって言ってるやん。ほんとそれやで。私らは不幸じゃない。ただかかってない幸せをかみしめよう。家で、家にいて、まあかかってないって幸せやって思っとこね。大阪も増えたよね。子供たちはお正月も帰ってこないよ。智子さん、私も今日昨日か母と実家で、実家の母と電話して お正月帰るの楽しみにしてたんですけど、ちょっとやめとこかな方向になりました。まだ様子見やけど、ちょっと今の状況やと良くないなになった。楽しみしてたのに。ともこさん寂しいけど頑張ろうね。もうこれずっと言ってるよな、私ら春からずっと言ってるわなあ。ちゃんなごさん、まやさん、今免疫力アップの動画毎日見てます。私の周りでちょっとブームになってます。へえ、そうなんや、面白そう。免疫力アップの動画があるんやな。ともこさん、そうなんです、お正月も実家に行けません。うん、そしてみんなつながってる幸せ。うん、あきこさん、まさに仲良しやなって思ってるよ。
頑張ろうね。うん、ともこさんも大事にしてくださいね。タンポポタン、家の近くの施設がクラスター出て亡くなった人も出てるから免疫高めるため飲んでる。うわ、それ大変だわ。うわ、タンポポタンも厳しいな。そうそう、みんなで頑張れば寂しくないよ。うん、そうだね。チャイナゴさん、いいこと言うわ。ほんとそう。ただいま、花のママお帰り。できた、1個。ほら見て、シンガラマケナできたよ。じゃじゃーん。ちょっとブラックメイン。これはね、黒メインって感じ。だから合わせやすいかな。ほら。ね。春のママお帰り。そう、春のママお帰り。よっくるせ。さあ、続いていこうか。かわいいし欲しいです。ありがとう、横ちんさん。ありがとう。そんな風に言ってもらえてよかった。いいやろ、タンポポタン。これは私、単品で買った布です。単品っていうか。この柄良くない？黒メイン。ブラックマケナもいいけど、ほら、合わせやすい。なあ、花坂ばあさん。良くない？姉さん。これもいいよ。ほら。おとなしい。おとなしいけど、結構個性的だで。おしゃべりしながらすごい。ごめんごめん。でも一応手元は見てるよ。めっちゃいいな。そう、新柄。目の保養にもいいや。見るだけでもええし、全然見てもらえるだけでも嬉しいです。感想を言ってもらえるだけでも嬉しいです。ありがとう。あー、キャットラブさん、ありがとう。メガハートや。キャットラブさん、キャットラブさんも大事にしてね。ね、キャットラブさん、体が大事ね。マスクしてよ。お店に入れなかったです。わかる。みんな欲しくなってやばい。あはは、ほんとやな。あのな、数もたくさんご用意してるんです、実はね。とりあえず1個ずつ見本をしますけど、それぞれ3種類の新柄で、それぞれ何個かずつちゃんとご用意します。大丈夫ですね。柄かわいい、リコさん。さすが制作員ですね。うん、喋りながらでめっちゃ遅いよ。こんな2時間も喋ってて1個しかできてないで怒られます。もう本当に遅すぎ。このペースでは間に合わんですわね。でも楽しい。柄かわいい。ありがとう、キャットラウさん。ありがとう。お店に入れなかったな。よこち、みんな欲しくなってやばい。無理を承知で言ってみる。何をな。無理を承知で何を言うの。かわいい。無理を承知で言ってみる。何でも言ってみて、あけこさん。ありがとうございます。うん、キャットラブさん大事にしてね。心配してるよ。こんばんはです、こうしゃんさん。こうさんさん、こうちゃんか。あ、こうちゃんか。こうちゃんいらっしゃい。ティッシュカバー欲しい。ともこさん、ティッシュカバーまた作りますわ。このマルシェ、この週末の一人でマルシェにで販売させてもらいます。あのボックスティッシュカバーやろ。うん、次から次と新柄欲しい欲しいが止まらない。いやいや、今日の9時からですね。楽しみ。めいさん、9時からはこの販売会じゃないよ。このマルシェの、ん、マケナショルダーの販売会9時からやっちゃう。え。あの新企画の発表な。そうそう、てるてるゆきこんさんいらっしゃい。久しぶり、てるてるゆきこんさん。また伺いますね。ありがとうございました、皆様。まやさん、ありがとう。まやさん、長いこと追ってくれてありがとう。また一緒に盛り上げてこな。いつも8時で見てるから反転が面白い。そうやろ。でさ、私も反対やし、ま、なあ、こうちゃん、後ろの文字もフェルトの文字も反転してるやろ。マケナソルダーの新柄ですか。そう、新しい柄が出ますよ。ブラックマケナもあるけどね、ゆきこんさん、あの新しい、あの新柄が3柄出ますよ。お元気ですか。あんたまだ戻ってきたわ。ちょっとだからコラボしようって言っとるやん。アリー、アリー忙しい。元気だよ。アリーは元気。アリー、フェルトさんのミシン教室をひらめいてみてほしい。あー、ミシン教室。いや、私教えるほどのこと何もないよ。フェルトさんまたね。ひまりさん、ありがとう。ひまりさんまたね、ありがとう。長いこと型紙はいりませんよ。あー、なるほどな。何を知りたいかにもよるよね。あと需要があまりないかもよ。そんな私、教えてあげられるものはマスク作りぐらいしか需要がなくないかって思うよ。あきこさん、
はい、元気です。ちょっと元気ならよかった。アリ、コラボする？コラボしない？どっちでもいいよ。ちょっとご飯の用意してきますね。また夜に。うん、チャイナゴさんありがとう。私チャイナゴさんに支えてもらってる、本当にありがとう。チャさんまたね。うん、チャさんまたね。一日の終わりじゃないけど今からペルティ飲む。お、お疲れさん。私もちょっと今カフェインを抜いてるの。ほら今も麦茶、ほらね、あの風邪の病み上がりやと思っとるから、ちょっとコーヒー控えといてさ、うん、今日の配信も私もそうしよう。テルティー飲みながら配信しようかな。それもいいかもしれないね。ごめん、またなんかさ途切れたね。またちょっと途切れた配信がね。そう、途切れちゃった。何でもかんでもやってみたいだけ。ああ、何でもかんでもやってみたいのはええことや。あきこさんもチャレンジャー。何でもかんでもか。何がやりたいですか今度は。あきこさんは何がやりたい。あきこさん、じゃあさんまたねって。ともこさんも優しい。乙女声練習してるんですか。ぼちぼち。でもなんかさ、こうちゃん聞いて、私下手くそだった。どう考えても下手くそ。っていうかなんかみんなにめっちゃボロクソ、あの訛りがひどくてわけわからんって言われて、ごめん、私向いてないわ。方言がきつくてなんか成り立たないわ。今忙しいです。あ、ほんと、わかった。でありありがとう。また喋ろうな。あり、サンキュー、ありまた喋ろうって言っとくね。まだやってた。ただいま。おかえり、みつきさん。もうちょっとしたら終わるかな。5時、もう6時になったらえらいことやな。3個終わったらキリがいい。途切れたね、こうちゃん。途切れた。そう、乙女声な。私練習してるけど方言が出るのがあかんぽい。どうも訛りがひどくて成り立たんみたい、私がやると。はあ、やばいな。ボケのショルダーシンガラ、またインスタにアップしますか。うん、インスタにもアップしますよ、てるてるゆきこさん。あのインスタにもアップさせてもらうし、あの告知もさせてもらうし、販売は今晩はしないかな。今晩する？でもいいけど、どっちしようか。今晩する？今晩は新しい企画の発表をさせてもらおうと思ってて、てるてるゆきこさんも参加してもらいたい。チームペルトはみんな参加してもらいたいって思ってるんです。あのな、新しい、私が思いついた企画、新企画、ただただ私が嬉しいだけの企画かもしれんけど、チームベルトには参加してもらいたい、個人的に。なまり、あんなに可愛い声で歌ってるのに大丈夫よ。ファイティン、こうちゃん違うの、本当に。セリフがな、こうちゃん聞いて、まあまあ早口で読まないといけないのになかなかの量があるんです。だから、すごい難しいよ。ね。ファイティン、ありがとう。餃子作ってきます。また夜行きます。うん、七色さん待ってる。ありがとう。餃子いいな。餃子食べたいわ。乙女、せやねん、いろんな企画やってるんやで。私乙女声選手権でね。でもまさきさん聞いて、あのさ、乙女声で笑ってるけどすごいことやで。130人応募の中の生き残り13人に私入れてもらえてるんやで。この確率はすごいよ、まさきさん。だからすごいサバイバーって感じなんだから、みんな落ちた人とかもいいなって言ってくださるから、私も頑張らんとあかんなと思ってるのね。チームペルト、新たな企画かな。うん、新たな企画。ツリートップさん来て。乙女、あ、もう腹立つわ、まさきさん。ほんとほんま腹立つよね。えちえちね、乙女どうすからなって本当に腹立つよね。ほんと腹立つって言っとくよ。そう、ね、ツルツルしてるだけ。あんたってツルツルしてるやんって。何やって、うん、ちょっとお兄さんとか言ったから調子こいた。絶対あんたのことおっさんだわ。お兄さんって言ったことを後悔するで。腹立つわ。乙女って言った腹立つわ。バカにしてるよねって言ったく。ドリートブさん、あのな、新しい企画な、思いついたんやんか。でな、チームペルトは来てほしい。私が嬉しいだけの企画、ただただ。でもちょっと思いついたん、よかったら参加してください。よかったらね。むつきさん、チームペルト新たな企画。うん、
誰も私も見に行けたら参加したい。うん、リコさんもし来れんくても頭痛いやろ。リコさん今日9時からやけど、あのな、見に来れんくても大丈夫、しばらくずっとその企画やり続けるから、後で絶対わかるから。今日9時来れんかったから参加できんかったはないから大丈夫やで。友達が負けなショルダー新柄待ってます。あ、そうなんや、ゆきこんさん新柄か。どんな柄がいいんやろ。私も新しい柄見てるんやけどさ、ゆきこんさん、新しい柄はどんどん、新しい布はね発表されてってるけど、私がね、あ、これ負けないにしたいなと思える生地がねあんまりないの。だから新柄がねあんまりね、これといってね私がキュンキュンする柄が見当たらないのを探してるんですけどね。だからお友達の企画期待に応えれるのかが謎です。頭痛薬危険、リコさん無理せんの、大丈夫やで。あの DM で後で聞いて、あの発表、あの全然教えるし、全然あの大丈夫や、リコさん参加やから、リコさん参加やから。私の中で早口だからむずいのかな。うん、早口やしな、セリフがな多いの、こうちゃん多くて早口だし、尺がね、その与えられた尺がめっちゃ短い。ゆきこんさん、ようこちんさん、すごいって言ったら、すごくないよ、そんなすごくないよ、大丈夫や。なまりも可愛かった、嘘こけ、みんな笑ってたで、あかんやんかってボロクソじゃ本当に。でも全然へこんでない、頑張るよ、練習するな。キノコ柄とからし色のマスクでいたら、薬局のレジの お姉さんにお揃いで可愛いって褒めてもらった。あ、はい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 、からし色のマスクが効いてるわ。でもなんか私あのごめん途切れてた、タンポポタンありがとう。きのこ柄私は好き、きのこ柄でも目引くよな、多分めっちゃ目引くと思う。あのきのこ柄は個性的、個性的っていうか個性がキラリって私は思うかな。だから私は好きだな、キノコ柄ね。タンポボタン使ってくださってありがとうございます。リコさん偏頭痛って言ってるよ、今日9時。うん、タムコさん今日9時からチームペルトは全員集合、もう全員集合じゃあ。チームペルトは新企画っていうか新アイデア、これはどうですかのアイデア発表するから9時からね。そう、もしかしたら81の中で思いついてないかも誰も。でも私はしたい、私が個人的に勝手にね、そう個人的にね。何時から配信？9時から、9時から812、今日ね21時ね。騙されてる俺美男、なんじゃそら、なんか言うとるぞツルツルのおっさんが。みんな誰かまさきさんがなんか言っとるで返事したらどうやって言っとこか。まさきさん、なんか言うとるぞ俺美男とか自分で言うか、ほんと腹立つわねー、ほんとに。今のねでかかったな、なかなかでかいね出たわ、ほんま。まさきさんの話したらでかいねが出るよ、喉痛めるかんねって。私今夜もスタライあるの、スタライってなんや、インスタライブのこと。インスタライブは今夜はどうかな、インスタライブの方はこれが今日はない、これが最後かな、まだ悩む。でもないかな、9時から81にライブしたら、インスタライブできないかもしれん、むつきさん。でもできたら勝手に告知なしで配信するかも。まさきさんどんだけでも突っ込んでるわ、ウケるウケるわね。
アフリカ布はまだニュースコーナーですか。そうメイさん、アフリカ布も考えてるんやけどな、時期がな、この時期になってくると売れにくいかなと思ってて、アフリカ布もっとなんかあったかい時期になった方が売れるんかなって思ったりしてる。だからちょっと仕入れるのをちょっと待って、もっとなんかあのなんていうんかな、あったかい時期になってからにしようかなと思ったりもしてるけど、お急ぎかな。フェルトさんありがとうございます。リコさん無理なくやで、本当にリコさんが大事ね。ステイホームやけど頭痛いのは困る。派手派手の昭和チックな柄が好きみたいです。派手派手の昭和チック柄、どれどんな、若い、お若いのかな、お友達は。お若い、昭和チックな柄あるよ、あるけど、あのな、柄選んでいただいてお作りするっていう形になるかな。それだったら作ってどうですかは要請かもしれん。あんま個性派すぎて、あの万人受けしないかな。でもあるよ、派手派手の昭和チック柄、昭和チックっていうかレトロ、ちょっとレトロな柄。これは郷ひろみをびっくりってくらいの美男、何を言っとんのじゃ、ほんまに。髪の毛の数数えてみって言っとこう、郷ひろみと比べてって言っとく。おっさんがなんか言っとるわ。コロナもやばいけどおっさんもやばいで。見て、ふたがらめできた、バグヘリー、バグヘリーさんいらっしゃい、バグヘリーハロー、バグヘリーサンキュー。リコさんお大事だよ、痛いれたら飛んでいけ、確かに。のぞみさん優しいな。あー来た、オリオさん久しぶり、トゥクレトゥクレトゥトゥトゥごきげんや、トゥトゥトゥ。かなさんのぞみさんありがとう、だってリコさん。あきこさんわかった、最後の皮をつけるトントンがしてみたい。あーあー皮タグか。リコさん首筋に湿布貼るのも頭痛に効く。へえ。ペルトさん今日は銀座ステハニー、うん、こっち銀座ステハニー、トゥットゥットゥあの銀座ステファニーいいな、崩れにくいって思った。あとあれからずっと崩れにくい、そう化粧崩れしにくいって思った、いいな。トゥットゥットゥ、ハウリュさん元気そうやな、よかった、また来てくれてありがとう。また気候による偏頭痛なら痛い部分に冷えピタとブラックコーヒーが効果あり。はあ、ことわかいろさん詳しいな。ともこさんやってみます、ありがとうございます、痛くてたまりません、ひたすらペルトさんの声に元気もらってます。リコさん頑張れ、リコさん、そんなんじゃない。あとさ、梅干し食べな、血の流れがサラサラじゃないよ、血液サラサラじゃないから泥ついてるから余計頭痛いんやわ。梅干し食べない一個今で、なんでそんな強気なんやろ。梅干し1個食べて、リコさん。フェルトさんの柄めっちゃ好きや、オリオさんありがとう、大好きです。尻尾を半分に切って両方の首筋に貼ってみてね、だって。なるほどな、私も頭痛持ちだけど薬で胃をやられてから尻尾で乗り切ってます、だって。私も痛み止めは飲まないな、ともこさん、そうだよね。年中トロピカルな人なので夏でも冬でもアフリカのマケナも使いたいです。なるほど、梅干しか、今から食べる、うん、1個食べて、ね、1個でいいよ、2個か、2個、2個以上はダメ。見て、新しい新柄マケナできた、2個目、ザザーン、これは素敵じゃない、ダダーン、梅干ししてる、体調は超元気、よっしゃ、のぞみさん梅干し食っとけ、1日1個じゃ、もしくは2個、でも2個までね、それ以上は塩分型です。見て、これ新しい柄、これもいいかもよ、ほら、これもいいな、和柄、これもいいな、あきこさん、これもいいな、ほら、あ、おとなしいけどインパクトありって感じ、かわいいな、かわいいよな、これかわいくない。さっきのモノトーンもいいけどさ、見て、やばくない、モダン、ほらこれもいいやん、これもほらいいやろ、どんどん欲しくなる。いやいやいや、あのトリトップさんありがとう。和傘、うん、和傘じゃないよ、これ北欧フラワー柄、和傘に見えるよな、蛇の目傘の連続に見えるよな、これでもほら和柄にも見えるけど北欧フラワー柄です。こんなもの投げ
なあ、いいよな。花坂ばあさんいい、うん、素敵、ありがとう。トリートップさん、そう、最後の柄にもトリコかかって終わり、終わる、素敵やな。ペーパーマンデーさん、いらっしゃいませありがとうございます。3個目欲しくなる、リコ春のママありがとう。あら、兄弟喧嘩、兄弟喧嘩じゃない、ふざけてる。なんかヤイゾーっていう大きいぬいぐるみ見た？みんな会社からもらったんですけど、見た？4個目欲しくなる、リコさんやばい、リコさんやばいな。いやいや、ほんと柄で楽しみたい。私もちょっと欲しい。ちょっとくたびれてるから、私のマケナがね、もういい加減欲しい。で、私が欲しいのはこれ、これを自分用に1個作ろうかなって思ってる。でね、今回のマケナの、私のこだわりでもないけど、今回のマケナはね、ここにも沼がひいかさんの見た、あのな、そのヤイゾウを投げ合ってますわ。なんかでっかいヤイゾウ、ボンボン、うちね、でっかいヤイゾウが1匹とちっちゃいヤイゾウが2匹いるんです今ね。で、なんか名前もつけたみたいよ、三男が、忘れたけど、なんかヤイゾウとなんちゃらとなんちゃらとで名前がついとったわ。なんかうちの家族になりました、あいつがボンバーヘッド柄作って、なんじゃそりゃ、あんたツルツルテカテカって感じ、なん、何言ってんの、さっきさん腹立つよ。キイカさんの見た、キコさん、春のままここにも、それってお洗濯しても大丈夫。花坂ばあさんな、丸洗いしてもいいんやけど、ここだけがダメ。ここが本革を使っとるから、洗うと縮むよ、皮が。だから皮がヘニャヘニャってなる。だから、あの、そこの皮タグ以外は、あの、お洗濯して大丈夫なんですけど、っていう感じ。だから皮タグがよれてもいいよっていう方は、洗ってもいいよっていう感じですわ。そう、皮タグ、ね、ヤイゾウ3匹、家族めっちゃ増えた。うん、きよみさんこんにちは、大丈夫、きよみさん、また戻ってきてくれてありがとう、うん、家族めっちゃ増えた。っていうか、ヤイゾウがもうなんかそこら辺を投げて雪かっとるの、うちは荒いから、ヤイゾウ投げまくりよ、もうあっちゃこっちゃ、もう男3人に人形持たせたらこうじゃ、もう雑やで。でっかいの1個とこんぐらいのが2個、ありがたやですパーカーの柄、あー、パーカーの柄いいよな、ボンバーヘッド柄、あれかわいいよなって言っとくあー、そうかって、そうやね、花坂ばあちゃんごめん。あきこさんいらっしゃい、こんにちは。今負けなショルダー新柄縫いながら配信です。汚れたらまた買う、春のママえらいこっちゃ。春のママは今ブラック負けなショルダーのピンク、ブラックピンクな、ありがとうございます。黒一色もおしゃれやな、春のママね、春ママそれな言うて、いやいやもうでも使ってくださってありがとう。体の一部になった私はね、これがで一回なったらもうラスで、マケナショルダーに、あの、シュシュキーホルダーはもうマジで、あの、ゴールデンコンビやから、鍵持ってうろちょろするんだったらもうマケナ引っ掛けるっていう感じ、首から。それがもうか、ま、あのマケナショルダーにくっついてるからね、鍵が、あの、シュシュキーホルダーで。だからマケナとシュシュはセットです、私の中で。で、鍵持ってどっか行くってなったらもうマケナを首からパッと引っ掛けていくっていう感じ花坂ばあさん、やだな、せっかくのベルトマークやもん、言うて、やんやん、ありがとうございます、優しい、ありがとう、春ママ言うて、私ネットに入れて丸洗いしたけど全然大丈夫やった。あ、ともこさんが大丈夫やったって、皮タグがちょっと心配なだけで意外といけるみたいよ。皮にもよるんかもしれんな、その時々の、意外と今同じ皮でやってるけど、ともこさんはいけたって言っとるよ。昨日ビッグトートとお出かけしてきたよ。あー嬉しい、タンポポタン、めっちゃ嬉しい、ビッグトートも連れてってくれた、めっちゃ嬉しい。負けのショルダーバッグって俺入れるやつだよね。はあんたは入れないわ、あんたはどうやって入るの、でっかいあんたをね。でも便利やで、まさきさん、ブラック負けなっていうの作ったら男の人にって言って結構、あの、購入して買っていただいておりますよ。そうなの、ともこさんありがとう、だってともこさんの情報さすがです。
ねえ、ともこさん。なんかまた電波弱くなってたな。ね。また弱くなってた。なんか電波調子悪い。なんかコメントが止まるなと思ったらちょっと途切れてるんだな。ね、みんなつながってる？大丈夫？21名いてくださってるみたい。すごいな、みんなありがとう。付き合ってくれてありがとう。あ、よかった、あきこさんいた。よっしゃ、つながってた。あきこさん、晩ご飯したの？私なんかもう手抜きした今日。でもなんかさ、ピザにしたいんやけどさ、旦那さんの帰りが遅いとピザは頼めんなって感じね。え、なんか旦那さんが冷たいピザ食べるのは嫌やわ。みんなで食べたいからね。インスタライブは実家に帰ってきたみたいで落ち着くね。春のママ私もや。ゆっくり喋れる、これが好き。なんかリラックスして喋れる。すっごいゆっくり喋れる。早口でバタバタってまくし立てなくていいし、すごく楽ね。それは僕をいじめるから止まったんだ。ブハハハ言って、あんたおらん時も止まっとったわって言っとくよ。あんたいじめてないし全然。あんたは私のこといじめてるんじゃないですかって言っとくよ。腹立つわねえ、ほんとに。大きいね、出たわまた。今夜はホイル焼き。うわ、ホイル焼きやってうまそうやで。ともこさんちがうまそうや。今日はなんかいい匂いしてそうや。ともこさんちがね、絶対いい匂いしてるじゃん。ね、我が家は夕飯、今夕ご飯中。早いな、あきこさんち。私何もないよ、丸腰じゃ。この時間で、この時間で丸腰でミシンしてるの。もう霧のいいとこまでどうしてもやりたいんです。そう、あとまさきさんのバトルね、懐かしくお持ちのバトル相変わらずやな、りこさん。もうこれずっとやで、一生続くぞ、まさきさんと。一生じゃ、ほんま、一生喧嘩じゃ。ね、なんかカカ来た。そうそう。うちは金目の煮付け、うわ、うまいやつや。タンポポさんちもうまいやつやで。インスタライブ聞きながら子供たちと食事してます。あー、元気。ご飯食べとるんや、元気してる。ちょっと聞いて。ちょっとあきこさんちの息子ちゃんと娘ちゃん聞いて。あのさ、ハンドメイドマルシェ終わったやんか、ボリューム4。ボリューム5は10月2と5ってことだけどな、この3連休はな、学校からメールが来たの。聞いてる？あのな、学校からガーマンの3連休をお過ごしください。部活もありません、出かけません、旅行も行きません。ガーマンの3連休をお過ごしくださいねって学校のメールから来たから、だからガーマンの3連休を過ごすべく緊急マルシェを開催します。大変です。緊急マルシェをそちらも開催してください。あのゴールデンウィークにね、ゴールデンウィークにお出かけしてほしくないから、みんなにね、ゴールデンウィークはステイホームって本当に思ったから、私鬼のように配信したんです。それをね、第2弾、ステイホームをお願いしたいペルトが皆様に配信を鬼のようにして、どうかどうかステイホームをお届けする配信を考えてます、この3連休ね。だから大販売会をさせてもらいます。既存の、商品でもう売れ残りって言ったら正直5円待ちね、5円待ちの状態が長い商品に関してはセールをします。セール販売ね。そうで、あの負けなショルダーは新柄販売で、他もまた商品今から作っていきますわ。なんか久々にやる気がみなぎってるんで頑張って作るよ。で、3連休皆様になんか楽しんでいただけるようなお届けをさせていただきます。それと同時に今晩の9時から発表なんですがね、あの新しい企画を思いつきました。チームペルトは参加してほしいって個人的にすごく思ってる。みんなにね、チームペルトは特にね、そう、あの仲良しだからみんなが、そう
そういう企画の発表もございます。今日の9時からね。でも9時から今日812のライブ来れなくても大丈夫だよ。あのね、その企画しばらくお声かけずっと続けるからね、来れなくても大丈夫っていうこと。なんや、ちょっとめっちゃコメント進んでた。あきこさん、たんぽぽさん、おいしそう、間違いないわ、うまいやつや。さちさん、ありがとうございます。チーズいっぱい、うわ食べたいな、チーズいっぱい。ともこさんね、うちも何しようか思いつかず、とりあえず玉ねぎの皮剥いてみてます。もうてるてるゆきこんさんがとりあえず玉ねぎ剥き始めた。もうおかしいおかしい、もう玉ねぎどうなっていくのそれ。あーでもグラタンも食べたいな。こないだ誰かがグラタン言うとって食べたいなと思ったんだな。グラタンバターもあるしな、牛乳もあるわ。うちはもう食べた、あとはお風呂や追い込みくじて起きてられるようにしっかり目開けとく。あら、のぞみさんもほんと全てが早い、優秀コースって感じやな。うち何でも遅いよ。9時とか私ほんと風呂も飯もまだかもしれんわ。何を9時って宣言して、全然9時に配信できる根拠はないの。だってもう6時になるのに何もできてないの。やばいよね。そうだけど、霧のいいとこまでどうしてもやりたいの、どうしてもね。いい金目があったのやって、うわうまそうやわ。いい金目とかもう言いたい言いたい、もう全然だわ。うん、お腹すいたね。今俺の使い手で払った蚊そうそう、蚊来た。なさきさん、11月のに蚊がおった、あんたの使いか、もううっとしゃーと思ったわって言っとくよ。リエさんこんばんは。あら、かわいいリエさんが来てくださった。インスタライブいらしてくださってありがとうございます。さちさん楽しみって言ってる。そう、楽しみって言ってもらって嬉しい。そう、チームペルトの人は集合企画です。集合緊急企画ね。ゴールデンウィークマスク配信してくれてたね。そうそうそう、それの3連休バージョン、秋バージョンな。もうさあ、みんなさ、 GoTo 使ったらあかんよ。もうどこもお出かけしない今はね。もう変な話、こんな時に GoTo 使って旅行行ったら、ある意味忘れられない旅行になるよって思って、ほんま行くんじゃ。また切れてた、いいこと言ってたのに。楽しみやで、あきこさんありがとう。久しぶりにマスク制作配信から始まってほしいな。マスク制作配信、いやでもそれから始まることはないかな。知らない人が多いからね、あきこさん。いや、インスタライブは大丈夫やけど。ピンポン来たー、ピンポン来ましたー。久しね、あ、MT さんいらっしゃいませ、ありがとう。俺ってチームナンバーなんぼなん、チームナンバーなんぼなん。あんたチームナンバーマイナス10ぐらいじゃない、カウントされない感じ。チームナンバー、まさきさんチームペルトやったっけ、とかいらんこと言っとこう。泣くぞもう泣くわまさきさんあー、すっきりする。あ、MT さんお疲れ様です。お疲れ様です、ありがとうございます。あきこさん、今日は子供たちも夜更かしして81をみんなで見ることにしました。よっしゃ、9時からや、新企画参加して、子供たちも参加していいよって言っとくね。のぞみさんやっほー、ともこさんやっほー、ここはいいね、楽しいな。ともこさんいいね、とっても落ち着く、わかる、私もここは好き。マイナス、そうやで、ニコさん、うんうんうん、自分で自分をチームペルトって言っとるこの人と思ったって言うと、あんま泣いとるわ号泣いただきました笑った、まさきさん号泣や、めっちゃ笑った、ちょっとみんな笑ったな、久々じゃない、まさきさん号泣いただきました。ウケるし、泣いた泣いた、ざまあ見ろや、はっはっは、笑ったね。まさきさん泣いてるあ、といちゃんや、といちゃん今日な、新企画を思いついたよ。あ、といちゃんに2個報告、といちゃんに2個報告する。
なあなあ、泣いておる。今日もペルトの勝ち。うん。はあ、あー、すっきりさー。聞いとるわ、トイちゃん耳クイってなってる。トイちゃん、あのな、3連休は大販売会をすることにしました、ステイホームのためにね。それと今日の夜の9時から新しい企画を思いついたから、それの発表。でもトイちゃんもよかったら参加してもらいたいなって思ってる。あの来なくていいわ、来なくていい、来なくてもいいけど、企画にはトイちゃんも参加してもらえると嬉しいな、仲良しだからなって思ってるよね。トイちゃんってチキショーデビル女。はぁ、言っとけ、お前こそじゃデビル男。見て、できた、3柄目、新柄3柄目できた。見て、ほらできた、これも綺麗。企画、うん、新しいことを思いついたよ。これもいいな、好き？青は好き？私は赤の方が好きかな。でもこっちが好きな人もいると思ってこっちも作ったよ。青もいいな、なんかデニムに合うかもね。青は すんなり馴染む。これはもう完全私が好き、これは私赤があるから好き。こっちはなんか、みんなはどう？この色いい？ゆきえさんなあ、これもいいよな、これもいい、これ私が好き。こっちも、こっちは好きな人いるかな。青も素敵、ほんま？よかった。ほんなまた、そんな風に言ってもらったら作りがいがございます。ほんで最後はもう不動のモノトーンね、これも黒ベース、やっぱり私は1番。お、ウケる、タンポポタンは1番。うん、綺麗、青も赤もヒョウ柄もいいよ、困るわ。花坂ばあさん、ありがとう、おっしゃれー、ありがとう。赤持ってないから赤いな。だリコさんそうなるんやって、なんかさ、モノトーンからいってさ、大体みんな、ほんでだんだんな、みんななんか無難無難を攻めつつ、結局さ、どこら辺かか知らんけど、急に派手柄欲しいですっていう人がおんね、なんか。ね、どれもいい、ありがとう、サチさん、全部素敵ですって。あ、キコさんありがとうございます。嬉しい、友達好きそうやから早速連絡しとく。あ、ほんま、ゆきこんさん、よかったらご紹介ください。全部僕の、そうそうそう、ともこさん、それそれ。トイちゃん、トイちゃん、トイちゃん、ともこさんに言われたで。それ全部僕の。今持ってるのモノトーンだから色物欲しいな。ゆきえさんはそうなる、そうやろ、モノトーンが最初はいいなってなるけど、ちょっと色物欲しくならん。そんなに派手かな、派手に見えるけど、かけたらさ、こういうほらシンプルな服にさ、かけたらさ、結構そうでもないよ、ほらアクセントって感じじゃない。これぐらいは私ありだな、ほらおしゃれじゃないなあ。あきこさん、全部僕の、出た、全部僕の。トイちゃんも言ってたわ、あきこさん、ともこさん、出た、全部僕のが出たわ。好きやわ、トイちゃんの全部僕の、楽しい。でも今日はライブ来たからゆっくり寝れる、素敵、うっそぴょん、うわ、ありがとう、私が素敵なのは知ってるって言っとこか、まさきさん腹立つやろ。ありがとう、長いこと付き合ってくれた、ありがとうね。気つけや、もううろちょろせんとさっさと家帰んなよ。でじっとしとけ、もう動くな。のぞみさん笑ってる。ゆみこさん、ゆみこさん元気、ありがとう来てくれて。そう、新しい新柄の負けなショルダーが3つ無事にできました。じゃあここでね、私またご飯作ろうかな。作る、買いに行く、謎やけど全然派手じゃないですよ、ワンポイントに映えます。そうやろ、りこさん、なんかさ、和柄っぽいし、ちょっとおとなしいし、でも存在感と個性がキラリ、私はこういうのが好き。あ、早くコロナが収束してペルトさんのお店に行きたい。うん、私もそれぐらいの品揃え準備せなあかんな。いやいや、マックスだわ。もういつでもじゃん、あんたはね、佐々木さんね、あんた気をつけよ。あ、なぎちゃんや、こんばんは、なぎちゃん、見て、新しい新柄のペルトバッグね。そう、新しい柄できたよ、これとこれと、あとはこれ3つね。そう、イベント行きたいよね、ともこさん、ありがとう。いつかともこさんの近くにイベント行けたらいいなって思ってますよ、私の夢ね。アロくん
来た、行きたいです。アロ君来てくれてた、ありがとう。アロ君もいつか会いたいです。まさきさんはいいかなって言った子、グチョパ、そうそう、グチョパの時間。ペルトさんかわいい、とんでもない。あの今から晩ご飯しますわ。私もお店行きたい。ユミコさん、私会いたい。娘ちゃん元気、変わりないですか。そう、あきこさん、あきこさん本当ですよね、イベント行きたい。あきこさんにさっき言っとく、あのどっちもあきこさんやな、福井のあきこさんに言っとく、私この12月の産業会館のはあの初めて欠席します、イベントね。で3月の方にエントリーをさせてもらおうと思ってる。だから12月の分はちょっとごめんなさい、私あの申し込みしてないの。だからあの娘ちゃんにも言っといてごめんなフェルトさんに会いたい、会いたい。よっしゃ、また電波が途切れてたところで、切りもいいので、ここで終わらせていただこうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。27名、すごいね。ありがとう。じゃあ今日夜、今6時だけど、3時間後の9時から、俺も会いたい。あ、ほんと、ふーんって言っとこう。まさきさんには冷たいわ。元気です。ゆみこさん、よかった。娘さんにもよろしくお伝えくださいね。そう、あのね、富山のイベントは、テクノホールな、ゆみこさん。テクノホールの方が復帰したら、私そっちは絶対休まず参加させてもらうから、規模はどうであれ、そうだから参加させてもらえるならね。だから富山のテクノホール開催が決まった時点でペルト来るかもって思っとってください。私も入れていただけたら行かせてもらおうと思ってるからね。なぎも会いたい、なちゃん会いたいな、会いたい会いたい、なちゃんとこ行くよ。お疲れね、ありがとう。キャットラブさん、長いこと会ってくれた、キャットラブさんありがとう。わーいって言ってる、ゆみこさん原骨だ、飛ばしてこいや、肩骨みたいな頭して。てかキャットラブさんがいいねしてくれたのが今めっちゃ見えた。みんないいね、ありがとう。みんないいねしてくれた、ありがとう。じゃあこれで私もご飯、富山か、そう富山の方はちょっとね、多分ね、あとは福島、富山と福島は確定。あと産業会館の春も多分出る、出させてもらえるならばね、どれもねまだわからん、コロナだからね。トリートップさんありがとう。じゃあ終わりのじゃんけんいくよー。今日は夜の9時から812の配信させてもらおうと思います。よかったら来てくださいね。終わりのじゃんけん。終わりのじゃんけん。待っててな、ゆみこさん。じゃんけん。グー！グチョパの男には負けたくない。ありがとう。